週刊ジェッツドラフト会議。いやついにやってまいりました。はい、2019年の集大成、年内ラストの週刊ジェッツとなります。はい、本日もよろしくお願いします。はい、本日のゲストをまず紹介したいと思います。まずは元日本代表、そしてフットサーズデー MC のはい、ナナさん、お願いします。お願いします。ナナさんね、前回週刊ジェッツ出ていただいて、はい、その時もね、まあ、ドラフトの話もしましたけど。はい、うん、やっと来ましたね。1ヶ月ぐらいですか。だいぶ緊張してます。相当緊張します。奈良さんが、はい、奈良さんが緊張するぐらい。緊張してるんで、うん、何も香り物ありません。今日は戦いなんで素でいきます。なるほど、はい、サンタ帽とかちょっと期待してる人いたんじゃないかなって。やりません。そんな甘いイメージありますし、はい、そんな甘くはありません。今回はガチでガチで戦います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、J スポーツフットのプロデューサー土屋正史さんです。はい、よろしくお願いします。そこのね、フット、まあ、名物プロデューサーさんだと思いますけど、うん、それこそ、まあ、そうなんですね、番組に多分ご出演っていうことはあんまないと思うんですよね、はい、こういう形でもうほんとがっちりカメラがあって、はい、番組出るってのは多分初めてです。もう週刊 J2 ドラフト会議だから来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。我々も話し合ってて、まあ、奈良さんにはお越しいただいた時にドラフトの話したんですけど、はい、いやあと一人、いやでもやっぱ土屋さん呼びたいよねっつって、オファーしたらね、快諾していただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと会社の決済通して大丈夫ですね、映ってるもん。はい、大丈夫です。はい、これ多分ね、土屋さんの選考多分皆さんに結構気になる人ね。いや本当そうだね、多いと思うんで、はい、はい、ガチですから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、そして我々、週刊ジェッツ MC として、はい、まあ、1年ぐらいですか、まあ、1年はちょっと言い過ぎか、はい、まあ、結構ねレギュラーシーズンやってきましたから、はいはい、まあね、J2 知識を蓄えてこの場にね、そうね、来たということですか。1シーズンやってきましたし、そうですね、僕はね、今日の朝起きての胸の高鳴りを聞いて、僕は今日のために生まれてきたのかな。今日のためにフロマン入社したって。そう、今日のためにフロマン入社したんだなって思います。本当に僕それぐらい高まってる。そうですね、まあ僕も結構この番組出てるんですけど、なんか今日緊張してます、やっぱり。今日の緊張感エグいっすよね。そう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 、うん、まあ、変にちょっとね、いろいろ慣れてるとあるんですけど、うん、アキレスさん、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、今日クリスマスイブなんですよね、はい、なんかそんな感じが全然しないんですけど、はい、寂しいロンリークリスマスに放送していただき、寂しくないです、寂しくないです、寂しくないです、我々と一緒に J2 ドラフト楽しみましょう。そうですよ、はい、ドラ1の契約金の足ししてくださいって、ありがとうございます。はい、ということで、今日ね、本当はいろいろ移籍とかがかなり活発にあって、うん、そういう話とかもしたいんですけど、そしたらマジで25日になっちゃうんで確かに、ね、本番になっちゃうんで、はい、今日はドラフトスペシャルということで、もう1時間たっぷりやっていきますので、はいはいはい、よろしくお願いします、はいはい、ということで、もう今日は CM もなしでいこう、はい、はい、ということで、じゃあドラフト会議のまずルールの発表、はい、まだね、結構いろいろあるんで、はい、それをじゃあ水上のから、はいはい、ルールの説明をお願いします。しましょう、はい、まず指名できる選手、まあ、J2 ドラフトって言ってるんで、もちろん J2 の選手なんですけど、はい、今季、一度でも選手登録された選手であれば OK、うん、ということなんで、まあ、途中で、まあ、J1 行ったりとか海外行ったりとかしてても大丈夫です、はい、はい、選べます、はい、で、指名発表はポジションごとに行います、まあ、なんで、ゴールキーパーの1巡目とかディフェンダーの1巡目とかで行っていくんで、各ポジション、ゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードでやっていきます、はい、で、まあ、ウイングバックはミッドフィルダーに含めてやります。ただ本当の本当の1巡目、これに関してはもうどこのポジションからでもいい。だからつまり最初は、ね、順番っていう話はしましたけど、はい、だから自分が一番欲しい選手、うん、だから本当数百人分の1位、自分の中トップってことですね。そうです、を先に全選手候補として第1巡、本当のドライチを書きます、うん、これで全部の流れが決まるって、おかしくないぐらい、大体わかりますよね、大体わかりますよね、被るか被らないかちょっとわからないですね、うん、読めないです、うん、はい、なのでさっき、まあ、ゴールキーパーで言うナミトリだって言いましたけど、その登録で選ぶんじゃなくて、うん、まあ、自分が使いたいポジションでその選手を選んでいくっていう形になります、はい、で、まあ、各人によって指名数が変わってくるじゃないですか。3バックの人、4バック基本布陣があります、ね、3センターの人、2ブランチ、なんで、4人とか5人とかなってきたら自分はもう大丈夫ですと。で、発表に参加しないことが可能です、はい、なんで、そしたら次フォワードで参加するっていうルールになります、はい、で、外国人枠は、現行の制度をそのまま投与して4人、はい、4名までとします。で、もちろん指名が重複した場合は、こちらの
抽選箱来ました。これが楽しみ。これが楽しみ。来ました。これでどれぐらい被るんですかね。そう、そこがね読めないんですけど。そして見てる方はいっぱい被ってほしいんですよね。まあその方が番組的にはなんか一番盛り上がりますもんね。そうですね。だからもうこれはもうに関してもガチガチのガチで一人も知らないんで誰が何をしますか。あのそれぞれ今日もう皆さん対策ノートをなんかもう作ってますよ。すごい絵面だよね。開かれてない。学生かな。開いたらまずいですからね。開いたらまずいですからね。土屋さんこれ持ちながら会社来ましたから。ちょっと奈々ちゃんで復習してきました。でまあこっちから発表して次こっちから発表してで他の人が発表した後に自分の書いたの修正はできないというルールでやっていきたいと思いますんで。はい。頑張りましょう、はい、最高のチーム頑張ります、はい、頑張ります、はい、真中監督にならないために、獲得当たりのやつは獲得とか言って、左にロゴはあります、はい、けどロゴを見ては当たりだと思わないでください空のガッツポーズ獲得の文字をね、はい、そうですね、はい、高山選手にならない、はいはい、ってとこかな、はい、こんなとこですか、どうですか、ちょっとねフォーメーションのわってきてるんですけど、獲得した選手をこれホワイトボード、まあ、ちっちゃくしたやつなんですけど、これに、どんどん書いていって最後に、まあ、この後ろのフォーメーションボードに、まあ、貼って、それぞれのチームのなんだろうコンセプトとかこの選手がとかっていう話をちょっと最後にしていこうかなと思います、はいはい、で、まあ、今日はリアルタイムやっておりますので、はい、もう1000人近く見てるんですが、ありがとうございます、はい、なので、最後に、まあ、自分のイレブンを、まあ、ボードに貼って、はい、まあ、発表して、で、この4人の中で、どのチームが一番 J2 リーグを、あー、それすごい、まあ、そこが一番緊張しそうですけど、ね、そうですね、もう戦いだ本当に、まあ、アンケートというか、まあ、皆さんのコメントをもとに、まあ、ちょっと大体にはなりますけども、ちょっとその辺の人気投票みたいな感じを最後も実施しようかな、奈良橋さんのチームは奈良クラブ、ね、コメント、はい、いや、そう、かぶっちゃうんでそこはやめておきま す、ね、はい、ラハシクラブになりました、でフォーメーションは来てましたけど、はい、自分の取れた選手とかによってそれこそ3バックにするか4バックにするかとかまだ考えてはいると思うんで、その辺の公言は後でやろうかなと思っております、はい、という感じかな、コメントもね常に見てチェックしてるんで、どしどしあの選手この選手とかいろいろやってもらえればいいと思います、はい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 、ってな感じですか、はい、説明は、うわ緊張してきたな、いきますか、いや来た超楽しみだよっしゃ、じゃあ行きますか、はい、もうじゃあ、はい、じゃあドラフト会議、はい、スタートしましょう、はいはいはい、お願いします、はい、ということで、まあ、お伝えしています通り、まずは全選手の中からこの選手が一番欲しいという選手をそれぞれ書きます、はい、あ名前ですよね、名前です、はい、あ、ちょっとボードの先に見せておこう、ボード、はいはいはい、まあ、誰々ので、まあ、ここがポジションですね、はい、まあ、ここは最初それぞれですけどキーパーとかそれぞれの書く、そうです、はいはい、で、まあ、第何巡目っていうですね、うん、で、選手名をここに大きく書いてくださいという感じですね、はい、最初は名前だけですかこれ、あ、そうですね、でも、ポジションはポジションと、うん、そうですね、まあ、第ここは一巡になる一巡、はい、ポジションですよねこれね、もうね、このボードが嬉しいんですよ、これ作る側なんでこういうのを作ってもらえてることが、そうなんですね、はい、すごい感動してます今、はい、じゃあこれいいですか、皆さん決めてますか、はい、はい、いやこれ変な異様な構造だなじゃあ皆さん書きましょう、ちょっとくらいはみ出していいか1巡目ですよね、1です、これ一番自分が欲しい選手を、書けました、むずいな、書く体勢がむずい、奈良さん、ちょっとすごい体勢、はい、書きました、俺書きました、よし、はい、書きました、書きました、書きました、いきますか、誰も見てません誰も見てません、いや緊張するなこれ、じゃあまずは僕から、はい、はいはい、第1巡目、はい、じゃあ、はいはい、いきます、ミッシーさんお願いします、はい、私ミッシーの第1巡、はい、選択希望選手、はい、フォワード、フォワード、レオナルド、あー、そうかー、そうかー、はい、はい、じゃあ僕がですね、はいはい、じゃあ鳴らしていけるの、第1回選択希望選手、はい、ミッドフィールダー、お、お、岩尾健さん、おー、あー、いかれた岩尾健さん、健
さんです。疲れた。岩尾健さんでございます。あ、そうか、はい、はい、ここでここでもう会話聞きません。狂った狂ったもう狂ったか。なるほどね、はい、なるほど。土屋さん、正しいわ。はい、じゃあ土屋まさしの第1回選択希望選手、はい、まだ見てません。ゴールキーパー、おお、中村浩介さん。おお、きたここか、ゴールキーパーはね、はい、ここなのか。ここは外せなかった。はい、うんうん、私水川ミーノの、はい、第一巡選択希望選手、誰かと被るか。フォワード、あ、おっと、クリスティアーノ。おお、全員取れた。違う、全員違う、全員違う、全員違う、取れた。ここはもう、僕はこの企画おもろ。取れた。いや、ドキドキしますね。いや、これドキドキしたな。取れた。絶対ここは外せません、僕は。じゃあちょっとこれでちょっと理由とかも、うん、じゃあ、はい、まずはクリスティアーノ一本釣り。いやいや、これは僕予想外です。絶対被ると覚悟して出したんで、はい、まさかの一本釣りで、もう本当もう自分の運だけにかけて発表したんで良かったです。最高です。まあみんな候補にはね、まあ、軸です、軸です、はい、入っていたと思いますけど、ゴールアシストのね合計で言ったらぶっちぎりですからね。ぶっちぎりです、はい、40点近くから、はい、そうですね、はい、なんとかなる、もうこれで、はい、じゃあ土屋さん、中村選手、はい、僕はやっぱりもうね、それこそレイソルサポーターの間ではもう残念、ここは中村浩介、残念、そこは中村浩介って言われるぐらい、やっぱ1試合に2点3点は防げるゴールキーパーで、まあゲームの流れも、まあ、彼が、まあ、日立を支配しちゃうというか、そういうキーパーだと思うんですね。で意外と足元について言及されてないと思うんですけど、僕彼初めて見たのは高校2年生の春だったんですけど、まあ、チームのスタイルもありながら、こう、ね、サイドバックがつけたバックパスをボランチに縦パスポンって入れたりができる選手なんですよ、うん、で当時2011年とかなんで、まだそれこそバルサとかシティとか、うん、ああいう、まあ、足元の上手いキーパーとかがそんなにこう流星じゃない時代にもうそれをやってたっていうところから、うん、僕は結構ね、まあ、チームのスタイルもあると思うんですけど、足元も全然いけると思ってて、まあ、そういう意味でもオールマイティに活躍できる選手。なるほど。でここは中村浩介、だからゴールキーパー次ね締めありますけど、はい、これ土屋さんの選手、そうか、はい、そうか、一本釣りですか、はいはい、そして一番多分会場というか視聴者の方を沸かせた、はい、奈良さん、健さん、岩尾選手、はい、健さん、まあ、僕湘南から見てるんですけど、うん、湘南、水戸とで徳島ではもう買いが利かないですし、まあミスも少ないですし、まあ、今年は得点もキャリアハイ取りましたし、そういうところで、まあ、僕の中ではもう買いの利かないケンさん、ここは自分で、はい、そうですよ、ね、呼ばせていただきました。ここは正直に言って候補でしたよね。僕候補でした。まあ、岩選手、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと西尾浦高校っていう、多分群馬県のそんなに、まあ、有名じゃない高校出身なんですけど、多分唯一の J リーガーなんですよ、西尾浦高校から出て。そういうロマンもちょっとあるっていう。土屋さんは変態なんですよ。土屋さんの知識すごいんですよ。僕も分かんないことは全部土屋さんに聞いてます。そのぐらいすごいです。はい、やっぱ奈良さんのこれ岩尾選手はいいとこだっていうね、コメントがたくさん来ております、ね、うんうん、はい。じゃあ僕レオナルド選手、うん、まあ得点を文句なしっていうところで、まあ、フォワードのやっぱ軸を考えた時に、うん、自分のフォーメーションの中で一番当てはまる選手かなと思いまして。うん、フォーメーション言っちゃっていいんですか。あ、まあ言っていい。なんとなく分かったけど、まあ、それで、まあ、そうですね。まあけどやっぱりフォワードにはやっぱり点取る選手欲しいので、はい、まあ、一番欲しいやっぱり J2 リーグを勝ち抜くためには、うん、やっぱり一人強力なストライカーがいるみたいな、ね、これマストなんですね。そうですね。そういう意味では僕はレオナルド選手ここで示しました。なんで取りましたからね。はい、はい、よし。ということでこれでよし、こっからはポジション、そうか、次はじゃあちょっとお休みできるってことですもんね。そうですね。なので中盤の構成考えないと土屋さんを除いての、はい、今度は3名で、まあ次は、ポジション順に行くのでゴールキーパー選手、ゴールキーパーの、はい、いやこれ、これ一巡楽しみだな、ね、ゴールキーパーの一巡目ですよね、はい、はい、ちなみにノートにチェックリストつけてるんで、もうゴールキーパーで獲得した選手に獲得した、あと、そうですね、そうだ、これを書きましょう、あと自分のあれですね、獲得した、獲得した選手を、ね、はい、じゃあちょっと後でしますか、はい、じゃちょっと後でまとめて、僕はちょっと時間あるんで、そうですね、はい、これじゃあ僕、じゃあ僕また書いちゃっていいですか。そうですね、じゃあゴールキーパーですね、はい、ゴールキーパーの一巡指名を書きます。
迷ったな。いや嬉しいな。ここからは、まあ、ウェイバー方式発表していくので、いや楽しみ。次はなるほどね、水上のから発表。はい、となります。よし、いきますよ。よし、来い、行きましょう。私水上の、はい、第一巡選択希望ゴールキーパー。かぶるだこたぶ。来い、一森。おお、来た。そこか。いいキーパーですよ。そこか。はい、ステップアップしましたね、今季ね。頑張ですね。頑張ですよね。はい、そか。じゃあ僕いきます。奈良下のゴールキーパー第一回選択希望選手、梶川選手。おお、集めてるぞ。すいません、集めてるぞ。すいません、徳島ボールです。いや、はい、すいません。同じチームの。すいません。押しで、押しでこります。まあ、でもはい、いきます。はい、はい、私ミッシーのゴールキーパー第一巡選択希望選手。かぶる？え？え？上福本。おお、すごい。いや、これね、俺水上とかぶると思ったんだよね。はい。3巡目。上福本選手。上福本選手。僕は4巡目でした。4巡目、はい。僕は2巡目でした。あ、みんな入ってたんですね。僕は2巡目でした。2巡目。危ない。まあ間違いなく後輩。僕は2巡目でした。はい。じゃあ僕から行きましょうか。はい。はい。上福本選手。やっぱり、ヴェルディちょっと今季成績的にはね、振るわなかったですけど、やっぱり彼の1年間を通じたパフォーマンスの安定さ。そして、どんな苦しい時でもめちゃめちゃ止めるっていう。やっぱり彼のポテンシャルの高さ、そしてまあ足元も非常にうまいですし、マジェツの中では屈指のゴールキーパーだと思います。はい、ベルディ入ったから多分リーグ戦全試合出てますよね。全試合2年続けて42試合出てて、うんうん、ここの土屋さんの補足ですよ。補足がすごい。補足がすごい。もう一個だけ補足していいですか。どんどんやってる。金子の選手、市立船橋出身じゃないですか、はい、で彼から遡ること4代市船の正ゴールキーパーって全部 J リーガーになってるんですよ。あ、そうなんですね、はい、千葉の佐藤優也選手、うん、でその次が、まあ、マリノスに完全移籍になった中林選手、はい、でその次が松本の村山選手。おー、はい、あー、ここが4代連続なので、大宮の笠原選手で、でヴェルディの上福本選手って5年続けて正規キーパーがプロになってるっていう。しかも試合出場数もね、そうなんです、全員やっぱり出てますよね。そうですよね、そうす、やっぱり一年すごいな。いや、すごいですね。コメント来てますけど、外国人枠は4名です。はい、はい、うんうんうん、僕はあの梶川選手で、まあ、基本僕 の, あのベストイレブンとか自陣も足元がもうそこはあのマストなので、まあそういうところでもやっぱりそのプレーエリアというか、それそのキーパーのまあしっかりしたそういうプレーもしっかりできているので、梶川選手を J1 にね、それこそ今日ね、マリノス発表されましたから、これも楽しみですね。そうです、いや、めちゃめちゃ楽しみっていうか、もうマリノスさんやめてくださいという。マリノスさんもだから何人取るんですか。スーパーですよね。はい、で、土屋さんすでに中村選手を、はい、中村選手取っておりますので、はい、市森選手、はい、もう僕のチームにおいてはやっぱりいいロングキック蹴れるっていうのがまず第一条件なんで、白井選手ともう非常に迷ったんですけど、うん、まあちょっとセーブのところで、うん、市森選手かなと、うん、まあやっぱキックの質とセーブのところで市森選手をチョイスしましたね、はい、欠かせない。これもちょっと被るかなと思ったんですけど、はい、市森選手は3巡目ですよ。3巡目、はい、あれ2巡、じゃあ2巡目言います。あ、せっかくだ、はい、僕白井選手ね、はいはい、僕は上福本選手、僕ね南雄太選手です。おー、はい、ベテラン、はい、僕は川田選手、甲府の川田選手。結構被んないね。あれもしかして被るかなと思ったんですけど、もしかしたら次ぐらいからなんか来そうな感じで被りそうな感じ。まあけど次から、次ディフェンダーなんですけど、うん、ディフェンダーといってもサイドバックとそうなんですセンターバックと、ね、サイドバックセンターバック、うん、誰をやっぱ1巡目で指名するかがちょっとわからないんで、うん、逆に僕は3巡目ぐらいで結構かぶんじゃないかな。なるほどね、確かに確かに、確かに全体見えてきますもんね、うん、はい、はい、じゃあちょっとあとこれですね、これも書きましょう。はいはい、ここ確かにディフェンダーね、いやもうこんなめっちゃ面白いじゃないですか。ディフェンダーの今のところでもいい感じ取れてるな。ディフェンダーの1巡目、ちょっとこれ誰、まあでもな、誰かだろうな。いやー、これはこれはね、いいよ、1巡目か。やっぱ変わってきますね、やっぱやってる中で。そうですね。あ、そうですね。
岩尾あげない岩尾選手よしよし来たよし決めたよしこれなこれな、まあ、大丈夫大丈夫結構大丈夫え、これポジションってディフェンダーでいいですよね SB とか CB ああディフェンダーでいいです、はい、これ皆さんね結構今予想合戦がね、はい、これすごい、ね、そっか面白いですね、うん、これ取ったもんあ取ったしゃよし来いよし来いやめてほしいここはもうね絶対絶対こうでもなかぶるかな取られちゃったら僕も絶対取りたい選手僕もそうここは僕は本当にもう一番ですよはい、はいはい、水上さん大丈夫ですかはい大丈夫です、はい、じゃあ次は僕からはいよしこいよしこいよしこいじゃあいきますか私ミッシーのディフェンダーよしこい第一巡選択希望選手楽しい山本範道選手なあ金沢ああさあどうだいやさあどうなるよしこいじゃあ僕、ディフェンダー第1名で選択全然言えてないですけどそうだ言えてないですけどはいここはもう鉄板ですサイドバックかサイドバックから来ましたなるほどサイドバックから来ましたよしさあ土屋さんいいですか、はい、じゃあ土屋まさしのディフェンダー第1回選択希望選手山本うおーあーもう土屋さんそこに来た絶対来ると思ったもう土屋さん絶対もう僕はこうあえて外しましたはいはい、はい、じゃあ僕水上美濃のディフェンダー第一陣選択希望選手ヨルディバイスあーちょっと一言いいですかいいですか、うん、取られた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 それはですよ。うちに行かないと。しょうがないです。しょうがないです。そうですよ。しょうがないです。間違いない。しょうがないです。でも、これもまた、山本かぶりはあったけど、山本かぶりですね、競合します。これしないですよね。競合しない、しない。下が違う、はい。ここはもうしょうがないです。いやー、僕はだから、バイス選手か山本選手、これどっちかめっちゃ迷いました。僕ね、山本選手、次だったんです。だから1、2が逆だったっていうことですか。そうそうそう。うん、僕はもう、はい、しょうがないです。しょうがないですね土屋さんのは僕はもうリヒト選手なんか分かってましたあえて外しましたありがとうございますここはみんなガチすぎるガチガチだから、はい、今日だからでもリヒト選手センターバックもやったからそうなんですまだこれどこで使うか僕らは知らないわけで、はいそうですね、それ最後に発表がありますから、はい、どうかなよしよし順調に取れてますね皆さん順調にはい順調よしいやー緊張するわ2巡目ですよねそうですね取れた取れた僕中盤で入ってたんですよ。いやどこでもできるっていうのも多少あると思うんですけど、早めに取っときたい選手になりますね。そうですね。そうですね。競合する可能性もあるんじゃないかなと思って。うん、いやお嬉しい。あ待って。でも結構コメントだとね、僕が美味しい思いしてんじゃないかっていうタレントを集めてんじゃないかっていう結構。まあちょっと僕結構お気に入ってるかもしれないなそういう意味では。七選手も確かにそうなんですよね。いや七選手はね、多分 FC 岐阜の U18 の1期生とかなんですよ。確かああそうなんだ。岐阜の U18 ってね、多分ほとんどプロになったことないと思うんで。まあそうっすよね。うん。よし、2巡目ですね。二巡目か。え、ちょっと待って。乗りにちゃったんだよな。だから僕もそれと順指名順とか考えてるんで2巡目ですよ2巡目そうですだからよしよし取られた選手もかけないのでそうなるとまあそうかあ皆さんはフォーバックっぽいねどうかなどうかなよしはいよしいやすげえいやすっげえ緊張するクリスマスイブよし次は、水上さんですよ ね、ま、ここからか、はい、大丈夫、かぶるよかぶ かぶるよ、絶対かぶるからどうなりますかね、これきます、ね、そうですね、千代さん七段のお兄さんは岐阜で整骨院されてますここそうなんだ負けた情報負けたよし、じゃあいきますよはい、はい、じゃあいきましょう水上のディフェンダー第2巡目選択希望選手いきますはい
熊本選手。あ、山形ですね。熊本選手でいきます。僕ですね、はい、じゃあ土屋のディフェンダー第2回選択希望選手、あーあーですか、あーエデルリマ選手です。ちょっと待って、じゃあ僕は、第2回選択希望選手山形、あれハンダリッツ。あー、そっちかそっちね。ハンダリッツ選手すごい、山形2人。はいはい、じゃあ私どうぞのディフェンダー第20選択希望選手、ヴァンフォーレ甲府。お、あらあらあら、え、お、勝った小井で言うと。おお、ドキドキしたドキドキした。かぶらず、ここもかぶらず、甲府山形、甲府山形確かに、そう、ほんとだほんとだ、甲府山形。面白い、後ろが良かったっすからね、甲府山形この2チームはね。うん、そうですね、戦いましたからね、プレーオフね。じゃあちょっと、はい、はい、じゃあ熊本選手、はい、今日契約延長もありましたね、まあ、ちょっと対人強い選手が欲しかったんで、それで乗り道選手だったんですけど、空中戦の対人で戦えるところ、まあちょっと2番手として熊本選手チョイスしました。はい、で土屋さんは、はい、エドリーマ選手。はい、僕、まあちょっと言い方は分かんないんですけど、僕ちょっとバグっちゃう選手っていうその突然あ、まあ、はいはい、予想もしないプレーをしちゃう選手っていうのは結構好きで、はい、でまあ、エデル・リマ選手はそのバグりでいうと、まあ、結構あると思うんですよ。プレーオフだいぶバグってましたただやっぱ生き切れちゃうっていう、うん、もう最後まで生き切れちゃうっていう魅力と、あと一回実はインタビューしたことがあって、はい、うん、めっちゃ穏やかな人なんですよ。すごい、むしろちょっとブラジル人っぽくないというか、すごい静かな人 で、うん、で昔新潟にアンデルソン・リマ選手っていたと思うんですけど、はい、うん、あの選手にインタビューした時もすごい穏やかな人で、僕ちょっとリマ穏やかせずやっぱピッチない以外で。そうですね、違う、はい、吉村さんのリマの友達はいないですか？ブラジルはない、いないまだ魅力的な選手だと思います。ここで第20でハンダリク選手、はい、僕あれなんですよ、フットのリアルという番組がありまして、はい、それで僕ブラジルに17の、はい、U17 の代表で行った時に、はい、まあ、ディフェンスセンターバックで出てましたし、レギュラーでやっぱりカバーリングも的確でしたし、まあ、スピードもあって、これから、まあ、J2 もそんなにこう出てないと思うんですね、出てないと思うんですけど、はい、これから注目していきたいなと。お互いだ、はい、うん、そうですね、褒めてます。お互いだ、はいはい、僕来ると思ってましたよやべえ、俺読み合いありますから、はいはい、これ選手来るんじゃないかなと思って、はい、来ました。はい、僕は小出選手、はい、やっぱりまあ万能性と安定感とっていうところはやっぱ頼れるセンターバックっていうイメージなので、ここはいやこれもね結構多分人気選手だと思ったんで、はい、早めに行こうと思って小出選手これ取れますので、いやかぶらないですね、かぶらないですね、次はねかぶりそうな気がする、それぞれがまあ結構、うん、でもだいぶ選択肢がね、そうですね、限られてるんですね。だってそうなんですよ、だってもう次だってもうサイドバックですよね。そっか、ここからシステムがなんとなく見えてきますよね。あ、そうか、そうか、3人目っていうところから、ね、これでちょっとみんなシンキングタイム、みんなだから、そうなんです、それぞれでこれって今40名ですよね。ん、まあ、最初の1を含めたら、あ、そうかね、あーどうしよう、うん、トン、トン、トン、あ、トン、トンか、トン、トンか、これはね、被ろう。これは被ります。僕もここやばいと思っている。そろそろね、ここの3、4巡目ぐらいでどうなるかがわからないっていうのは。こっちだな。決めた。よし、決めた。俺もうこれだ。結構変わってるんだよな、僕当初の目論見。いやー、分かってますね。うん、よし。じゃあ、ポンってください。いやもう今日はガチですから、無言の時間たっぷりありますから。コメントはちょっとなるべく拾いたいですけどね。そうですね、まあ最後にねちょっと投票というかありますので、よし、OK、ちょっと一瞬 J リーグの選手メーカー見ていいですか。待ってます。こ
これは次水上くんからだよね。そうね、僕から。そうですね、はい。あ、違うか、俺からか。あれ？俺からだ。あ、そうだ、そう、それから。大丈夫ですか、なんか皆さん。被らなければ10時まで終わるぞ。それはね、被るんじゃない？この辺から。よしか、よしか、待って。そうね、それぞれのコンセプトとかも一切言ってないので、うん、あ、そうか。それは後ほど明かされる。てかこの4人でガチサッカークイズ大会見たいってこと。土屋さんにはかなわない。土屋さんにはかなわない。いや土屋さんには絶対かなわない。結構問題持ってますよ。土屋さんが追ってないとことかってあるんですか、逆に。確かに追ってないとこ、リーグとかも含めて。ないっす、絶対ないっす。まあでもね、僕やっぱ J1、その脇さんと一緒で、はい、J1 全試合見るっていうのを、まあ、自分にもう9シーズンぐらい課してるんですよ。で、J2 も各節、まあ、5、6試合、うん、で、J3 も各節3、4試合になるんで、海外もう追えてないですね、正直あんまり。まあ、当然ですけど、そう、当たり前1日24時間しかないから。そうなんですよ。じゃあ皆さんいいですか、はい、はいはい、いきましょう、はい、はい、じゃあ私ミッシーのディフェンダー第3巡選択希望選手内田裕太選手。あああれあれあの人もしかして。いやなるほどね、まあ、なるほどね、徳島キーちょっと今僕さあ、何選んでしょう。3巡目千葉。あらあれ米倉選手。おー、なるほど。サイドバック来たよ、はい、米倉選手。そこか、はい、なるほどね、はい、ここ来ました。そうです、はい、じゃあ行きます。土屋のディフェンダー第3回選択希望選手、アビスパ福岡篠原。おそこ来たか。ちょっとストーリー込みなんですけど、はいはい、はい、水上のディフェンダー第3巡目選択希望選手、川村選手。川村選手空いてる、取られてない、取る。うーん、まだなんかすごい緊張感ありますよこれね。そうっすね。いや僕ね、これ俺絶対奈良さん内田選手示してる。そう、僕も奈良さん絶対入ってると思ってた。徳島流れで言うと、はい、まあ、番組とかでもね、なんか徳島、ああそうなんですね、はいはい、推しなんですけど、あえてバランスを取り、まあ、でも3バックの左をやれるようになったっていうのは本当に大きいですよね。どんどん出てきますもんね、そこから。もボールの持ち方がディフェンダーじゃないですよ。めちゃめちゃうまい。大好きそう、うん、僕もね、米倉選手、うん、あの、はい、リスタップというか、いや、ここは被るかなと思ったんですよ、誰かと、うん、でも、被らなかった。ここはちょっと意外でしたね、うん、はい。土屋さんは、僕、そう、篠原選手は僕岡山の時にも取材したことあるんですけど、うん、僕あの北島秀明さん、前熊本のコーチされてた、うん、あの方と、まあ、ちょっと親交があって、で篠原選手が、まあ、岡山から熊本にレンタルで行った時に、うん、まあ、練習中に、まあ、非常にこう良くない態度をしていたと、うん、で要は本来の練習を頑張らずに、練習が終わった後の自主練を頑張ってたと、うん、でもそれ北島選手も現役時代にそういうことがあって、でも結局本当の練習を頑張らないとどれだけ自主練を頑張っても見てもらえない、監督もコーチもそこは評価しない、でお前ふざけんなよみたいなことを北島選手が、あ、北島さんが篠原選手にコンコンとまあ説いたと。で、まあ、泣きながら篠原選手がそこで改心して、でその後熊本でレギュラーポジションを取って、で岡山も取って、あの昇格プレーオフの時は彼が中心だったと思うんですけど、で今こういう立場になっていると。だから彼って岡山でも福岡でも背番号39なんですけど、それは熊本時代の北島選手がつけてた39番なんですよ。ああ知らなかった。スペクトなんだ、はい、だから多分彼はどこに行っても多分39をつけると思うんですけど、まあ、そのストーリー込み、まあ、単純実力ももちろんありますけど、まあ、ちょっとこの話を言いたかったっていうストーリーは強いな、多少あります。深いです、はい、もう本当にコメントをもらう方もなんか土屋さんね、聞きたいこととか ね、 ですね、質問とかをね、もうほぼ答えてくれると思います、うん、はい、よかった、これ話せてそして川澤選手、はい、僕はこれでね、3バックが完成したんですよ。言っちゃった、言っちゃった、なるほど、言いますよ、言っちゃった、熊本バイス川澤というね、硬い強烈、最高の並びができたんで、もう大丈夫です。
これ結構ね、あのコメントなんで途中経過だけど、あれなんか水上くん結構いい選手って僕だから結構万人受けする選手を取ってるんじゃない、うん、これでもいい並びですよ、いい並び、うん、蹴れるんですよ、僕のチーム蹴れるがテーマ、なるほど、よしよしよっしゃ、はい、いやー来た来た、ちょっと待って、ちょっといいですか、ちなみに第4順は行きます、僕も行きます、僕も行けます、僕悩んでます、僕ストップで、ほら、はい、なるほど、ストップ、はい、ストップで、これね、後で取ります。土屋さんと被りそうな気がする。本当ですか？はい、まあでももう4人の並びで考えたらどこかは分かりますもんね。はい、あでも、半田選手がどこか分かんないのか。そうですね、半田選手いるから、右もセンターもできますもんね。うん、なんならユースではボランチですからね。いや、すげえ気楽この。休みの時俺もあのキーパーの時気楽でしためちゃめちゃ楽っすね楽しみ、みんなの発表が頼んだったら、よし、まあそうか、でもチーム名言ってくださいってコメント結構来てるんで、それ言います、まああの2019シーズンの所属チームにしましょうか、はい、わかりました、中盤考えて、よし、よし、なので次はだから土屋さんからになりますかね、はい、すげえ緊張感じゃあ行っていいですか、はい、何ですか、はい、はい、じゃあ土屋の、ディフェンダー第4回獲得希望選手、柏レイソル、はい、小池龍さん、なるほど、確かにね、それはそうだわ、うん、もうそうだわ、土屋さんの右に置くってことだな、はい、ですね、はい、わかりました、僕は、第4回選択希望選手山口巣立っていきます、あ来たー選手、なるほど、巣立っていきます、菊池選手、うん、はい、はい、じゃあ私ミッシーの第4巡、はい、希望選手は横浜 FC、 お北詰め、なるほど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 、僕ここで迷いました実は北詰め選手か他で迷いました、右サイドバック枠の、第二巡目というドラフト第1巡目ですね、はい、右サイドバック、はい、じゃあ迷った、はい、カブラス、僕はもう2年目で高さもあって、うんうんうん、スピードもあって、ダビド流歩ですね、はい、なんか今日ですか、ビッセル、うんうん、はい、ちょうど今日ね、ちょっとこうなんていうんですか、こう気持ちも入ってるじゃないですか、うん、はい、負けないっていう、そうですね、そういう選手はもう戦える選手は後ろに絶対1人必要なんで、うん、はい、この選手は気迫がすごいですね、はい、うん、かぶんなくてよかったなと思います、はい、はい、じゃあ土屋さんは、はい、小池選手、まあ、やっぱり J3、J2、J1 と、はい、もう本当に着実にステップアップして、そうです、ね、もう僕は結構代表に入ってほしいなってずっと推してるんですけど、まあそのぐらいの選手だと思うんですね、はい、うん、で最初山口に入った時はスクールのコーチとかしながら、うん、要はセミプロみたいな形でキャリアを始めたのに、あ、はい、まあ、今ベルギーまで駆け上がったっていう、うん、まあ、ここもまあストーリーも込みなんですけど、まあでも単純にまあ伊東純也選手と組んでたあの縦のラインっていうのは、まあ間違いなく日本屈指だったと思うので、まああれをまた代表で見たいっていうのは、はい、個人的にありますね、はい、僕は北爪選手ですね、ここですよ、まあやっぱりやりですよね、まあ入るよね、まあそうね、やりですよ、誰かのスカットにはね、まあやっぱり今シーズンにおけるベストなミサイルバックだったのかなというふうに個人的に思っておりますし、先日ね番組には出ていただいて、あ、そうなんですね、なんとこの番組見ていただいた、おすごい、なんか週刊ジェッツファミリーとして、ね、素晴らしい、まあ、来シーズンはぜひね J1 で頑張ってほしいなと、うん、はい、群馬県出身ですから、ああ、そうか、北爪選手も前橋育英ですから、いつでも群馬愛、すごいっすからね、まあ、岩尾選手も群馬なんで、そうですよね、ちょっと後ろに引かれましたけど、はい、ここまでのちょっと一旦発表します、はい、並べなくていいんで、ああ、そうですね、トルタ選手を、はいはい、これね、被らないなーっていう被り待ちのコメントもある一方で、
や J2 にはそれだけいい選手が多いってことだよみたいなコメントが来てて、ね、なんかまさにその通りだなと思うし、うん、まあだからかぶったというよりかはこの選手は目をつけていたのに、ね、中盤が狂ったって感じだね。そうかぶってないけど僕も第一候補だった選手をもう2人選べてないんで、いや 僕はだからもう取られましたからね、水上さんにバイスをバイスね、取られました。僕もバイス、そうですね、確かに、うん、迷ったんですよ、はい、でもサイドバックを取らなきゃいけないと思って、はい、そこはもうしょうがない。はい、バイスはやっぱちょっとなんか熱いですからね、はい、熱いものがありますからね。そうなんですよ、あのコメントでまとめていただいている方はありがとうございます。すいません、発表あ、はい、しますね。はい、ルーベルさんありがとうございます。じゃあ私から、はい、じゃあまずゴールキーパーは上福本選手、ちょっとあれじゃないですか、何出します、こういうのは貼ればいいですか、貼る、それマグネットになってるんで、まずまず、ね、まずここまでの、うん、ここまでのもう並べちゃう、並べない、あ、全員のやつ並べる、 ここまでの、いや、あ、夫人にしてく、夫人、あ、そうね、これまだと、でも出したくないですか、正直、あ、まだちょっとあれですね、ここに並べちゃいます。ああ、そうですね。でも こっちくっつかないんですよ。ああ、そうなんですね。名前ですよ。いろいろあるんですね。名前だけ出しちゃうんですか。じゃあ名前だけ読み上げますか。はい、はいはいはい、うん、まずじゃあ上福本選手で、ディフェンダーは、はい、北爪選手、小出選手、うん、山本則道選手、内田優斗選手。はい、であと1巡目でレオナルド選手を獲得しています。うん、ここまで。はい。レオ。で、奈良さん。僕はあれですね。あれ？これあれいないか。これでいいのか。あれ？キーパー。キーパー。キーパーいないですね。キーパー入ってないです。なんでじゃあ僕、はい、キーパー一森選手で、熊本選手、川面選手、バイス選手で第一順でクリスティアーノ選手。はい、僕は本当第一順、本当の一番最初に中村浩介選手を取ったので、でディフェンダーが、うん、山本理人選手。でエデル・リマ選手、篠原浩二郎選手、で小池龍太選手です。僕はゴールキーパー梶川選手、うん、ディフェンスが半田選手、七選手、米倉選手、菊池選手、うん、で中盤に健さんです。健さん、はい、みんな一チームだな、これ健さん、みんな一チームさん、はい、はい、ということで、じゃあディフェンダーはストップです。ここで、はい、はい、ストップでいいですか。はい、です、はい、全員ストップですね。はい、で次中盤ですよね。中盤ですね。はい、うわ、誰から行こう。いや、これね、中盤めちゃめちゃ候補いるんで。これ水とか飲んでいいんですか。あ、全然大丈夫です、はい、ちょっと待ってください。これ取られてるでしょ。どこから攻めようかなという。中盤な、ね、ボランチもいますし、2列目でそれこそいいやつが、そうなんですよね、 1.5 列目的な選手をそう、ね、フォワードまで残しといたらなくなっちゃうんじゃないかっていう。いや、本当にただそこ言っとくと守備的の一番で取られちゃうよっていう、ね、そうですね。いや、これまだ迷って決めた決めた。いや、もうここは取っとこう。この選手は絶対ここは一番で行っとかないとやばい。取っとこう。俺、これ奈良原さんとかぶれそうな気がするんだな。これかぶれ、これ一巡目ですよね、はい、次。いや、僕らその木曜日控え室いつも話してるじゃないですか。あ、ですよね、なるほど。すいません、大体あるんですよ。大体読めるんですよ。そこでリヒト選手は来るなと思ったんで。いやー、これは取りたい。僕もね、これちょっと外せない。僕もこの選手欲しい。ちょっと次リアクションしないようでしょう。まあいろいろね、皆さんの予想合戦もありますけど。よし、これ皆さん OK ですか。あ、僕はい、はい、じゃあなので、じゃあ僕からか。はい、はいはい、あのボランチでもあのミッドフィルダー登録の選手も誰でも、はいはい、OK です。はい、はい、いきます。来い、はい、じゃあ私ミッシーのミッドフィルダー第1巡、はい、砂希望選手、三通りホック、前広樹選手、はい、これは僕はもう予想通りです、うん、もう前選手大好きだからこれ土屋さんとかぶせない。中盤第1回選択希望選手、柏レイソル、うん、おシャルジソン選手。まあね、はい、土屋さんのあの顔ちょっと顔が怖いな俺。シャルジソン選手来ました。ここはいいですか。はい、土屋のミッドフィールダー、第1回選択希望選手、
徳島ボルディス。おー野村。あーいや、ここはしょうがないっす。欲しかったな。水上のミッドフィルダー、第一順希望選手。みゆき選手。あー。あーステップアップしますね。かぶらんなぁ。かぶらない。かぶらない。せっかく作ったのに。あれ一応ね、感動してるんですけど。はい。そうか、じゃあ2人ステップアップですもんね。うん。ですよね。やっぱそれぞれにとってこう、うん、みんなもちろん取りたい選手なんですけど、何が最重要かっていうのがこれで見えてくるんですね。そうですね。僕は、飛車選手。J2 の新潟戦ホームの。はい。あの時、解説をさせてもらったんですよ。はい。もう強烈にボール奪う力が、まあ枯れますよ。まあすごいと思って、もうそこで完全に僕は惚れましたね。はい、これでも外せません。ゴールも軽いし人も軽い、はい、イエローカード11枚ですよね。はい、あの岐阜の阿部選手とヒシャルジソン選手が J2 の中では11枚で最多。なるほど、はい、ありがとうございます、土屋さん。そこそこで、ね、はい、そのぐらいの、はい、じゃあ土屋さん、はい、野村選手、僕これ絶対かぶると思ったんですよ。絶対外せないんじゃないかなと思って、うん、まあ、今年から徳島に移籍したと思うんですけど、はい、もうやっぱりあのベルマーレとの参入プレーオフもうちょっと一人だけ別格だったのかな。別でしたよね、はい、本当にあの一回カウンターでセンターサークルぐらいでボレーでスルーパスを川田選手で出したのがありましたね。前半のあれですね、最初のことね、あれはやっぱりなかなかできないと思います、うん、あとまあキャリア的には下関中央工業から日本経済大学っていう、うん、まあ、多分なかなかみんな聞いたことがないというか、うん、そういうキャリアをたどってるっていうところもありますし、でやっぱり横浜 FC のスカウトの人がまず横浜市最初入ってますけど、はい、この選手を見つけてきたっていうのがすごいなっていうのは、うん、ちょっと正直思いますね。で、みゆき選手はね、もう好きってずっと言ってるから、そう、うん、僕は今 J2 で一番好きな選手なんで、うん、まあ、ここの順番で取ればいけるかなと思って取りに来ました、うん、はい、だからチームの核で、そうですね。で、三島さんもそうでしょ。まあ、僕は前選手ですね。やっぱりね、彼がいるといないで結構違うっていうのが今季の水戸を見ていて結構思った印象で、まあ、で守備のところ もちろん攻撃のところも、うん、まあ、やっぱりなんですか、その自分あのバランスがよく取れてるというか、うん、五角形すべてが均等にというか、うん、やっぱり彼の今季の活躍って本当に素晴らしかったと思うんで、夏に行っちゃうかなと思ったんですよ。いや、それぐらいの活躍ぶりだったんじゃないですかね、前選手。土屋さんだけ攻撃的なんだ。ああ、ボランチ、まあまあ、ボランチ、そうですね、はい、そうかもしれないですね。はい、よし、そうか、ミユキ選手、よし、1年浪人してますからね。あ、そうなんですよね。20問目しかもずっともう俺の方でやってきてたんで、そうですね、まあ、まあ、ついに今年かっていう感じですね。いやー、ちょっと待って、さ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 て、こっち、これを、まあ、ここ勝負だよ。あれ、どこだっけ。いやー、2巡目からが難しい。どっち行くかな、これどうしようかな。うーん、こっち行くしかない。2巡目ですよね。そうです。競合しそうな人を先に行った方がいいな。でもそうなんですよね。そうですよね。よし、外国籍選手は4人ですかね。4です。アシスタントがあのすいません、急なアシスタントで小松さんが来て、見たことある人がいる。
なので次は水携帯の水上ちょっと待ってメモ見ていいですか水上君からですね僕からやばいすいません皆さん無言でどうしよう男4人が無言ですいません申し訳ありません今日は皆さんちなみにクリスマスイブです、はい、もうクリスマスイブとかもう忘れちゃいますよ、ね、はいクリスマスイブです皆さんチキン食ってますよ、はいはい、そうか2巡目っすよねはい行きます、はい、2巡目三上野の洗濯機をミドルだ2巡目は来い渡るコートあーなるほどうまいもんなまたステップアップしたもんなだいぶ甘いったもんなそうですね、最後 FC 東京戦スタメンかなと思いましたね。そうなんですよね。出てくるかなと思ったら、まさかの和田選手で。和田選手がまた良かったから。今2000人見てるんですか2000人見てるの今。すごい。すごいんですよね。2000人お願いします。はい。はい、じゃあいきます。土屋のミッドフィールダー。チーム名ね。そうかチーム名をじゃあ言うようにしましょう。はい。ヴェルディからマリノス。はい。じゃあいきます。土屋のミッドフィールダー、第2回選択希望選手。FC 町田ゼルビアロメロクラブ僕はもうそこも外しました僕もそこ外しました僕来るなと思ったこれは外せない、はい、じゃあ僕の中盤の第2回選択希望選手 FC 琉球からステップアップああ中盤か以上選手ステップアップ岡山ですね中盤か、はい、ここはもうこれ言いました。惜しかった。はい。じゃあ私、西の見てみて、はい、第2巡選択希望選手は一平選手。おお。一平幸太選手。なるほど。はいはいはい。という2巡目になる。これ最後まで被らんな。そのぐらいいい選手がいるんですよ。まあまあ、いや本当多い。ね、はい。もう本当に。はい。じゃあ僕から行こうかな。はい。やっぱり J2 にいたらちょっともうダメでしょうという彼のクオリティ全てにおける、うんまあ、ドリブルもそうですし、まあ、キックの精度が改めて高いんだなっていうのは今季の後半戦に感じましたね、うんまあ、マリノスで結構サイドバックとかやってましたけども、うん、やっぱり彼は攻撃の選手だと思うので、ね、今の 3-4-2-1 のとこにはまってるとは思いますし、うん、多分もともと攻撃的な選手だと思うので、はいまあ、全てにおいてクオリティが高い選手だなというふうに思っております、うんはい、ということで一平選手、はい、僕は上条選手で、はい樋口、ねまあ、監督になってあのレギュラーを、まあ、レギュラーでプレーして、うんまあ、鈴木浩二選手が夏、セレスに行った後も、はい、本当こう中心として鈴木浩二選手が行ったのが忘れられてしまうぐらいの、うんまあ、活躍をしてくれたので岡山でも頑張ってほしいなと思います、うんうん、14点取ってますからね、はい、J2 でなんか無回転キックが切れる、はいはい、すごいです、うんはいよかつ中よかつ校っていうありがとうございます本当の本当多分よかつの人たちの星だと思うんですよ本当そうですよ、ね、はいいや本当僕も取りたかった選手ですね間違いなく走りながらあの機会できるいやいやそうですよ ね置いたボールじゃなくてうん僕これカメラフランク選手はまず一つは日本国籍を取得してるってことですなるほどそうですねはいでまあ、僕それこそまだベロカルフランクっていう名前だった青森山田の時から見てますけど、うんまあ、まあダイナミックですよね、うん、攻守にダイナミック、うんまあ、見ててとにかく楽しい、うん、で今年9点取ってますけど多分いわゆるボランチを主戦力にしてる選手の中で一番点取ってますし、うん、やっぱ彼がちょっと負傷離脱してから町田が終盤ちょっと苦しんだところもあったと思うんですよ、うんうん、でさらにそのロメロ・ベロカルフランク・ラークっていうのが彼の本名なんですけど、うんロメロがお父さんの名前、うん、でお父さんの名字、うん、でベロカルがお母さんの名字、うん、でフランクが名前なんですよ、で、高校時代はベロカルフランクっていうお母さんの方の名字を取ってたらしいんですけど、うん、プロになってお父さんが確か自分の名字を使ってくれないかみたいなことを言ったっぽくてでプロになってロメロフランクになったっていう、はい、なんかそういう話をちょっと聞いたことがあります詳しすぎる詳しすぎるっていうのすごいっすよ、土屋さんは日本国籍もね、取得しましたね、はい選手はい、日本人として選んでます、はいはい、そして渡辺選手はい、まあ彼のイメージって、まあ、ボールハンターのイメージが強いとは思うんですけど、うん、やっぱりヴェルディの、まあ、最後の方はやっぱり中に入っていける、うんうん、中に入っていって足元にボールを収めて自分でもいけるし周りも使えるってところが非常に進歩して
まあ、まさにこう万能的なインサイドアウェイにぴったりの選手だったかという印象でも間違いなく獲得したいという獲得しました、うんうんうん、コメント来てるんですけど、一平選手は日本の中学校卒業してるのでカウント的にロシア国籍持ってますけど日本人でカウントしてます、うんうん、はい、よしよし、30名、30名いきましょう。俺ね、この辺からね、重なるかもなって思って若干思いますよね。ここはね、僕はね、あとちなみにロメロ・フランク選手の出身中学って平塚市立紅葉中学校なんですよ。あ、平塚なんですか。で、下田北斗選手と同じ中学なんですけど、はいはいはい、あれってあの徒歩で平塚駅から平塚競技場に行くときに右側に1個中学があるじゃないですか。 あそこなんですよ。あ、そうなんですね、はい、だから実はみんなベルマーレの試合行く人はロメロ・フランク選手の母校の前を通ってるところですね。あ、そうなんだ、はい、そう、ありますよね。はい、そうなんですよ。次3巡目ですか。やばい、めちゃめちゃ悩む。次3巡目か。そうです、この巡目、この辺からですね。確かになんか被りそうな予感がしてきた。今のところね、ただ箱を作っただけになってるから。いや、ほんとそうよ。こうやって見るとやっぱちょっと上位の選手やっぱ取られてるんですね。僕は取られてますね。結構取られてます。僕はもう津屋さんに野村選手取られましたし、すげえ、2000人見てます。前選手前こんなことがかつてあったかね。前ですよ、結構取られてる。キモ。あ、そっか。これは、ここは、いや、僕は取られたくないです、ここは。参加しますか。いや、大丈夫です。よし、OK。何？ 10 時だと？半分ぐらいじゃないですか、まあ、いや、本当ですよ。強さん、まあ、6割ぐらい。強さんからするともう10分ぐらいですよ。取れてる人は7枚取れてるんですかね。ストップし、1回もかけてない人は。そうね、そうなんだ。30名ですよね、30名。西見田は30名になります。はい、そっか、フォワード、あれ、三島さん、レオナルド取ったから。そうです。これも今7人。はい、7人ですね、はい、僕は一度ストップかけてるんで6。もう7ですね。じゃあよろしいでしょうか。はい、じゃあ違う、僕も7だな。俺なんだ、俺、僕7ですよ。1、2、3、4、5、6、7。僕7、うん、あ、すごい、あ、やってくれてる。やってくれてる。小松先生が、小松先生から土屋さん頑張れ。え、ありがとうございます。ありがとうございますっていうか、ありがとうございます。じゃあ、じゃあ第30いきますか。はい、ちょっと小松さんが今、はい、まとめていただいてるんですけど、はい、はい、じゃあ第3巡目、はい、はい、BC のミッドフィルダー第3巡目、泣き坊選手はかぶりたくね、俺は京都さんが FC、小山津選手。あー、はい、これはね、来ると思ってましたよ。どっちかが来ると思ってました。はい、僕は、中盤第3回センター希望選手、アルピレックス新潟大好きです、本間志音選手。わあ、大好きです、大好きです。書いちゃいました大好きです。クリスマスイブですからね、はい、大好きです、うん、見ててくれたら嬉しい。はい、土屋さんお願いします。はい、じゃあいきます。土屋のミッドフィルダー第3回選択希望選手、柏レイソル大谷です。あー、もうレジェンドレジェンド、この人も外せません。レジェンドですね。外せません、レジェンド、スーパーレジェンド。水上のミッドフィルダー第3巡目、アルビレックス新潟。え、あ、待って、トシマさん。あ、そっちか。焦った、焦った、マジ焦ったよ今、マジ焦った今。かぶるかなと思ったんですけど、もう僕もドキドキしましたよ。アルビレックスに行った時マジ焦った、ビクッてなりましたけど。焦った、いやー、はい、アルビレックスから2人、
あ、本当ですね。僕はもう昨シーズン西登録から金沢戦でしたね、池さんね。すごかったですね。あれは。今シーズンも終盤ぐらいからもうレギュラー取ってましたし、あの左からカットインっていうところはこれからもっと皆さん注目してほしいなというところで、本間潮選手を選びました。はい。で、豊島選手もね、レイソル。そうですね。そうだ。しましたね、びっくりしました。まあどこで使うかっていうのもあるんですけど、まあ豊島選手本当にね何でもできるんですよ。いや間違いないです。マジでうまい。めちゃくちゃいい選手。なんでもとりあえず1枚は絶対に欲しいということで、まあ僕もちょっと今どこに置くか迷ってるんですけど、とりあえず取る。なるほど。もう豊島選手は取る。はい、もうパンツインしてますからね。そう。豊島選手は、ね、常にですよね。常にもうめちゃくちゃいい選手ですよ。常にそうですよね。もう絶対性格いい。うん、そしてじゃあ土屋さん、はい、大谷選手。もうね、あのいいですか。はい。皆さん。深いですからね、これからよく聞いててください、はい、もうあれですよ、一家に一人大谷秀和もうどの家庭にいても円滑に多分家のことも進めてくれるぐらい、もうやっぱりもうミスター潤滑油だと思うんですよ、うん、それこそあのキャンプの時にちょっとこうそこで怪しげな外国人選手とかがいたら、大谷君と同じ部屋にしたら多分キャンプ中にしつけてくれます。なるほど、なるほどね。もうね、やっぱ人間性ですよね。でしかももうキャプテンやって多分どんぐらいですか、12、3年とか、ね、いやそうなんですね、大谷選手だって23、4歳ぐらいの時は多分キャプテンやってるんですよね、はいはい、石崎監督が多分就任したぐらいからずっとキャプテンやってますし、もう人間力ですよね、圧倒的な人間力だと思います。試合後のコメントとかも素晴らしいです、はい、大谷選手は、はい、で僕は小山選手、サガンへのね移籍も発表されましたけど、やっぱり今シーズンやっぱりドリブルという観点において彼はやっぱり、まあ、アシストのとこもそうですし、はい、得点もね9点取ってますけども、今シーズン素晴らしかったと思うので、彼は欲しかったアタッカーとしてしまい、まあね、彼いればね、とりあえず前に運べるからね、そうそうそう、プレーの幅がやっぱ広がりましたよ ね、うん、広がりました、はい、まだ被らないまだ被らないまだ被らないけど、まあ、まだ被らない、いい選手が多いですよ。ちょっと待って、次ちょっと考えなきゃな。逆にミッドフィルダーの4枚目とかってめっちゃ選び放題ですよね、はい、確かにそうですね。つい4巡目ですよね。ストップの人いないですかね。まだいきます。あ、ここ須田さん、はい、消しゴム取ってもいいですか。あ、こっち置いた。40名。研究中なりました。ペンの音だけするっていうね。あと僕もう一枚書きます。あ、大丈夫です。次は水上くん。僕からですか。からですよね。いや、ちょっとシンキングタイムでいいですか。あ、全然、はい。この一枠超大事。この後の作戦も考えて、ちょっと4巡目右か、そうか、とかこの選手休日の予備校、待って今左に打ってもいいのか、俺今これはこれ2000人近くは史上初か、そうっすね、J2、あ結構名前は出てるな、コメント欄にな、ポン釣りいけるかな、いいんです。ちなみに僕はこれで次は10人目だな。あそこフォワード一人とかですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。よし。
紹介タイムできるんじゃないですか。紹介タイムいこうか、うん、これ今ちょっと小松さんがまとめていただいてるんですよ。すごい。まず須田さんこれ言われます。2カメ。あーすいません、これ僕と奈良橋さんのです、まあ、ちょっとこれぐらいだったら見えるかな感じですね。はい、ありがとうございます。途中経過こんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、まあなので、まあうん、まあ全員ですけど、はい、まあ、ここまでかぶりになるとケンさんだけケンさんさん、はい、後ほどこの後ろのフォーメーションボード貼って、はい、ケンさんですよね。はい、ケンさん、J2 のケンさん、はい、よしよし、さて、いきますか。はい、僕から。はい、やべ、見えちったよ。すねを打って見えた、はい、見えたです。見えた。いきます、僕の第4巡目、ビファーレ長崎、おー、加賀ゆき。そっか、中盤か。はい、うん、そこで来たか、はい、よし、じゃあ行きます。はい、土屋のミッドフィルダー第4回目選択希望選手、京都サンガ仙藤圭也選手。あー一言取られました。すぐに取られました。僕の中盤第4回戦だけ選手、水戸ホーリーホーク、うんうん、あなたも大好きです、黒川選手。黒川選手ね、黒川選手、あなたも大好きです、はい、選手ですね、はい、選手です。浮気症じゃないですか。申し訳ありません。あなたも大好きです、まあ、クリスマスイブですから、はい、はい、そうです、はい、じゃあ私ミッシーの、はい、焦ってもらえ、はい、水戸第4巡戦だけ選手はアジアの開幕、仲間がやる、うん、まあそうですね、40年っていうのがね、そうそう、残ってたっていうのが、うん、いやいいアタッカー取れた、うん、自分の構想的には完璧でここまで進んでおります。なるほど、はい、そっか、僕迷ったんですよね、迷返せたら強豪だったか。まあね、人気名画、まあそうですね、まあ今シーズン仲間選手、ね、いやースーパーでした。別に今更喋らなくてもいいぐらいの、うん、ね、活躍ぶりだったと思いますしね、うん、チームを牽引し続けた選手だったと思いますけど、うん、群馬出身です。あ、そうか、そうか、ネイソル U15 なんだけど、ね、群馬出身。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんだ。これ僕前も番組週刊ジェッツだからなんか話したんですけど、うん、あの僕大学時代にちょっとさ、小学生のコーチのお手伝いみたいなのやってたんですよ、うん、バイトで、はい、でその時の、コーチの方がレイソルの、まあ、育成組織を教えてた方なんですけど、うん、知のコーチという方なんですけど、で、誰が一番上手かったですかって聞いたら、うん、仲間選手って言ってました、うん、その時まだサヌキ所属だったのかな、うん、で、まあ、今シーズンもね、ブレイクしたしましたし、うん、でそれこそステップアップとかっていうところも、うん、まあ、考える選手の一人かなというふうに、思い切りがいいですよね。そうですね、足を振り抜けるっていうのがやっぱりすごいと思います。すがすがしいですね、うん、はい、僕はもう黒川選手で、はい、まあ、大宮復帰しますけど、まあ、前もできるし、もう中盤もできるし、うん、こう誰とでもこう合わせられるかなという、うん、まあ、器用さもあるので、この選手はいや僕の中ではもう必要な選手なので、うん、被らなくてよかったですっていう感じですね、うん、はい。大好きポイントはどの辺ですか、黒川選手は。確かに頑張る選手、うんうんうん、じゃないですか、うん、頑張れる選手なんて、そういうところが、本間選手と違うそのタイプというか、うんうん、そういうところでちょっと浮気をしちゃいました、はい、多分大宮のルーキーイヤーの時にプレシーズンめちゃくちゃ良かったんですよね。で、うん、開幕スタメンもあるかっていう時に結構大きな怪我しちゃって、うん、でそこから大宮でなかなか活躍できなかったって経緯があって、だからやっぱプロ入った時から相当評価高かった選手だと思うんですよね、ここに来てっていう感じですよね、はい、まあ、来シーズンまた大宮で、ね、そうですね、そうですね、キャンプ出身ですから思い出もあると思いますし、うん、そうね、どこで使うのかっていうのも注目ですね。確かに奈良さんがどこに置いてくるか、はい、さあ瀬戸選手、はい、まあ、高校時代から実はよく知ってる選手で、まあ、それこそさっき三島さんが言った小山津選手と、はい、まあ、仙東選手、まあね、小山津仙東って言われるぐらい、仙東小山津って言われるぐらい、ね、まあ、高校選手権でも輝く放った選手だと思うんですけど、まあ、大学時代も東洋大の時も、まあ、結構継続的に取材をしていて、うん、まあ、やっぱり怖さが出てきたなっていうふうに思います、うん、今年10得点7アシストかな、だから17点に絡めるっていう、で、まあ、右サイドをやることが多かったですけど、はい、まあ、もう当然中盤のインテリオールもできますし、まあ、なんなら多分一番前もできますし、うん、まあ、ポリバレントというか、うん、
またやっぱ性格がいいっていうのが、ね、いやそうなんですよ一回番組出ていただくのがあってあそうなんですねめちゃめちゃナイスガイですよね、はいまあ、高校生の時からやっぱコメント力もありましたよ、うんうん、なんか彼に聞けば、まあ、いろんな多分記事を作る人が助かるなっていう、はい、そういう選手かもしれないですねマリノスね来季そうですね楽しみですね本当に、はい、中川選手それこそやっぱ右側にいますから何取るんですかねはいそして水川さんは、はい、僕はもう蹴れる選手シリーズです、はい、まあキックがいい、うんでまあ、かつ幅取れる、うん、中でもプレーできる、うんで縦パス入れれるサイドチェンジできる、うん、もうサイドの選手としてはもう理想の選手の一人なので、うん、もうバッチリ獲得しました、うんはい、ということで4巡目が終わりましたけども、はい、ミッドフィルダー4巡目は来ましたが次ここでストップという方は次、中盤ですかはい中盤僕はここでストップです僕もここでストップです僕はストップです僕続行ですお僕も続行します僕はストップです僕はそう一騎打ちですね、はい、ちなみにすいません僕これでこれ今何だろうあ、いい大丈夫じゃあここで被ってほしいな一騎打ちで被ってほしいないやけど J2 やっぱいい選手がいい選手がこれだけいるってことですね面白いですねうんみんなあーってなりますもんねそうですねやっぱり、うん、書いとこう書いとこう書いとこう次フォワードな熱いそうっすね、ちょっとジョッキがちょっと ドライぐらいでとか次フォワードすいませんなかなかな平均年齢の成人男性でやってますからねそうですよ僕はかなり僕が今上げてますけど僕は相当上げてますけどね、ここでちょっと奈良さん、これ気楽ですね、ここはい、ここはもういや、ここで被ってほしいな逆にここでいや、本当ですよねここで被ってほしいなもうちょっと控室モードですね、はい、このフットの控室すごいっすずっとサッカーの話してますもんね、はい、ここでワッキーさんの熱もすごいんだよ土屋さんの熱もすごいっすやばいっす楽しみでしょうちでは本当話せないんで奈良さん全然帰んないですもんワッキーが帰っても僕ちょっと痛がりっていう痛がりっていう皆さん本当すいませんけどちょっといていいですかっていうかけましたよ、はい、僕ははい、はい、そっか2人一騎打ちか、うん、はい石破さんからかぶれかぶれかぶれどうなるかなかぶれかぶんないと思うかぶんないと思うはいお願いします。いきます。じゃあ、はい、私ミッシーの第5巡選択希望選手は、はい、京都サンガ FC 庄司選手。ああ来たワッキーさんが大好きな庄司選手来ました。はい、もう変態ですよ。水上のミッドフィルダー第5巡目選択希望選手は、はい、柳田大選手。おお山形、はい。山形。被らないってちょっと分かってました。被らなかったポジションが多分もう違ったから。みゆき選手獲得してたから、まあここはと思ったけど。かぶんなかったか。柳選手ですね。もう絶対。そうなんですね。でもまあ多分僕と同じフォーメーションの人があんまいないだろうなと思って。なるほどね。はい。後回しにしてました。今の大学4年生の世代で首都高U18で唯一昇格した選手だったんですよ。で今ね、そうですね、はい、で阿部修斗選手と、ね、佐藤亮選手が今回プロ行きますけど、うん、やっぱその時点から一番から評価されてた選手なんですよね。なるほど、うん、僕はいや庄司選手を結構どこで出すか結構迷って、うん、だからちょっとまあ中盤のいろいろ考えた中でまあここまで指名されてなかったので、うん、庄司選手、まあ、僕のチームの軸ですね、うん、まあそうなりますよね、うん、庄司選手取ったらね、うんはい、ミスターインサイドですよね。そうですね、ここはあのちょっと補足なんですけど、おお来た。多分どうでもいい話だと思うんですけど、はい、御殿場のアウトレットあるじゃないですか。はい、何年か前にうちの嫁とちょっと行った時に、庄司選手がいて、はい、そこで僕だけちょっと興奮したっていう話を、はいはい、それだけです。奈良さん、僕それ控え室で2回ですよ。いやここでもうね、つやさり多分ね、俺結構言ってるなと思ってるんですけど。はい、ここでもう一回言っちゃおうかなと思って。イブの夜に3回目を。すいません。すいません。3度目の正直ということで、もうこれでもう閉店します。はい。ありがとうございます。ここで、次、フォワードですよね。はい、あれこれでも中盤って、まだね、本当は多分取りたかった選手いっぱいいるんじゃないですか。まあまあまあ、みんな。はい、僕やっぱ、あの横浜 FC の左右の槍は、はい、そうなんですよ。迷いました、最後まで。そうですね。
ちょっとこれアフタートークで2巡目3巡目になりましょうか、はい、そしてですね、私え完成です。ええ、あ、そっか、そっか、フォワード取ったから、いや完璧な人選だったな、これは。これもあと1枚、俺あと1枚だ、あと1枚っていうか、そう、もう1個しかない。そうだ、僕あと、はい、フォワード、よし、フォワード、じゃあ僕の第1巡目。いやこれはね、これは自信あります。絶対被らない。あ、そうですか、はい、絶対被らないです。島さん完成かよ。いや素晴らしいメンバー揃ったな、これは。一回も被らないじゃん、あの人。皆さんお願いします。これあの順番は選択希望選手順です。フォワードね、現状、はい、ここはもう絶対に被りません。あ、これ土屋さんと水上美乃のここまでの順番ですね。これです。あ、それすっげえ難しい。いや、勝利選手はね、かっこいいっすよね。ちょっとあの、その戦術とかなんかいろいろ細かいところは後ほど。僕最後の選手ですね。僕も最後ですね。あ、そっか、すいません、あれか、僕は、え、じゃあ最後一人で、最後一人でもう取れちゃいますね、好きな選手。これは僕はもう自信あります、かぶらない。原口さん、あと一人ですか。あと一人ですもん。最初にケンさん取ったんで。あ、はい、はい、こんな感じですね。最後一人で指名順です、これは。そうですね、こう皆さんは先にですよね。もう中村選手ですよね。はい。そっか。こんな感じになります。コメント、土屋さん柏多くて好き。はい、はい、奈良さんと、ちょっと多いかもしれないですね。奈良さんと土屋さん442か、それはどうだか。それはどうだか分からないです。まあでももうこれあのね、僕はここは絶対被らないです。ここは被らないです。お、4231どうかな、それは。じゃこれ僕からですか。僕からってことですか。そうです、そうですね。じゃあ僕の、フォワード第1回選択希望選手、東京ヴェルディ。おわ、お、レアンドス。あー、俺2巡目。レアンドス。マジっすか。はい、レアンドス選手。かぶりそうだったじゃないですか。絶対かぶんない。そうね、ちょっと溜めました。ちょっと溜めました。あれ、この間控え室でその話しましたっけ。はい、あ、ここはあの、僕は出さなかったです、あえて。そっか、リアンドロ選手、2巡目で出しておーってなりたかった。はい、すいません、申し訳ない、ドミンゲスではありません。ドミンゲスではないですね、東京ヴェルディです。はい、はい、じゃあ僕ですよね。はい、はい、じゃあ土屋のフォワード、第1回選択希望選手、ビファーレ長崎といえばもう、はい、はい、ですね、ございます。はい、はい、いや僕がこの間天皇杯見に行ったんですよ、はい、長崎と鹿島、途中から出てきて、うんうん、ちょっとやっぱ雰囲気ありましたね、うんうん、はい、そのぐらいちょっと強烈なインパクトを残してくれました。はい、はい、水上野のフォワード第1巡、選択希望選手、大宮アルディージャ、ロビン・シモビッチ。おー、戦略的。大体見えてきた。戦略的。大体見えてきた。戦略的ですね。はいはい、もう、僕完成。僕も完成で、僕はもう本当にもう。いやー、なんでレアンドロ取ってんすか。いや、ここはあえて言いません。イレブンの時に言います。すみません、ちょっと、取るつもりだったら被ってくださいよ。そうですよね。勝っていけばよかった。ここですいません。いやー、もう。分かってなかった。はい、まだまだですね。来年頑張ろう。もう長いヴェルディの中心ですからね。はい、フォアもはず、僕のイルムでも中心です、前では。僕はね、コメントでも来てますけど、オルンガ選手と最後まで迷ったんですよ。あ、まあそうですね。ただ、僕の理想のチームのフォワードにどちらがタイプ的に近いか、まあ、実力とか一旦置いて、ゴール数とか置いといて、どちらが近いかといったら、下道選手だった。なるほど。すごいな。リアリストだなって思うんですけど、リアリストですね。そして最後、ゴヤ選手ね。まあ彼もまあ大学時代から取材する機会があって、うん、彼大学の4年間で75試合95点取ってるんですよ。すごい、皆さんメモですよ。95点ですよ、す4年間で。考えられないですね、はい、ちょっと。で、やっぱりもうそれだけ点が取れるってことは、絶対 J リーグでも点が取れる選手だと思うんですよ。うん、で、まあ、最初ガンバ入って、でまあ、徳島も行きましたけど、うん、まあ、なかなかブレイクしなかったですけど、絶対どこかで来ると思ってました。
っぱ点を取れる選手って特に関東と関西の大学レベルで言ったらもう絶対 J リーグでも点取れるはずなんですよ、うんうん、だからむしろちょっと遅かったぐらいで、うん、僕本当もうこのまま日本を代表するストライカーにぜひなってほしいなって思ってます、うんうん、はい、ということで、奈良橋さんと水上のこれで、はい、フィニッシュ。最後あれでしょ、土屋さんの誰を一人かぶらなかった。かぶらなかった。土屋さんの誰を選ぶかですね、うん、そこですね。すごいな、なんかやりにくいっすね。これは誰を、土屋さんが誰を選ぶか、誰を選ぶ、これ予想、これ予想したいですね。皆さんもちょっと予想してもらいたいですね。そこで重なったら抽選して俺が負けたら次違うですか。ここで俺を書いてみようかな。土屋さんが誰、フォワードで、土屋さんこれね、人数的には次、はい、次で最後です。はい、最後、はい、土屋さん的でしょ。奈良橋さんとかちょっとね、あれだけ会話重ねてるからむしろちょっと当ててほしいですけどね。ちょっと待って、土屋さん、土屋さんは今のところ中村康介、山本、エデル・リマ、篠原、小池、中盤、野村、ロメロ・フランク、大谷、セント、フォワードが小屋と、もう一人、はい、しかし、レアンドロ聞かれたな。さあ、俺ここでね、ここ来ると思うな、土屋さん。あれに行こう、予想合戦コメントが来てますけど、プレッシャーだなぁ。あれ、土屋さん、じゃあ今3枠ですか、外国人枠は。ですね、うーん、そうですね、そうですね、余らせるかな。もう一人、違う、まだ一人しか外人枠使ってる。あ、そうなんですね。エデル・リマ選手、うん、はい、そうですね、うん、そっか、その裏を書かなきゃいけないのか。まあここはもう別にね、当たっても外れても、うんうん、まあそうですよね。まあでも、すごい、はい、分かりました。じゃあこれはどういう発表にしますか。我々が先に発表、先に出しましょう。で、先にまとめて出します。せーので、ね、うん、ちょっと待ってください。僕まだ帰ってない。あ、そうです。プレッシャーかかっちゃったな。あ、しゃし。いいですね。最後これ来ると。骨かな。骨かなこれ。でもね、めっちゃ点取ってるよ。よし。よし。かいかい。あ、あっちで、いや、固くくるか。よし。三人、土屋さん以外3人がってきます。そうですね。で、土屋さん大分。を選ぶかを予想する、はい、書きました、はい、じゃあ3人いきますか。我々の土屋さんはこの選手を取るだろう、はい、じゃあ予想いきます。せーの、ドン。かぶったかぶった。ここかぶった、ここかぶった。初めて抽選抽選でしょ。抽選これ抽選で勝った方が土屋さんの川田予想を指名できるってことですね。分かんないけど、なんかそこで被ったらまた俺が抽選するわけです。構図がよく分からんけど抽選しましょう。土屋さんでいいんじゃないかな。確かに。じゃあ、やり抽選して誰が川田選手、じゃあ奈良さん言ってください。はい、これやっと使えたこの箱。いや、僕左手でいきます。おこれ、これなんか書いてあるんですよね。書いてあります、はい、獲得ってあります。そうできたよ。どこで被っとんねんって話ですかね。じゃあ、何の抽選やねん。開いてください。せーの、ドン。どうなってますか。おお、チャレンジ。初めてで、いや、コメントでは意味のない抽選。間違いない。あのね、僕も体を拍手したけど、もう気持ち悪い。いや、これで僕じゃあ決してまたあれ書いて、一旦これで遊んだっていうだけです。あ、これでじゃあ僕はこれで土屋さんの川田選手を予想できるという指名権利をしてことですね。これ僕じゃあこれじゃなくなっちゃったってことですよ、僕ね。そうですね、はい、僕はないってことです、はい、あ、もう一回書きますこれで。もういいんじゃないですか。もういいですか。はい、書きたいけど、はい、じゃあ土屋さんの発表お願いします。めっちゃやりにくい、めっちゃやりにくいですけど、じゃあいきます。はい、土屋の、フォワード第2回選択希望選手は、ごめんなさい、ヴァンフォーレ甲府の、あーそっちか、そっちか、板豚か、移籍しますね。迷ったのは正直川田選手です。
あー外した、はい、僕は高校時代にあるその高校選手権の大阪の決勝をテレビで見た時に阪南大高ですね。もうねその時にすごかったんですよ。で大学時代も追っかけてて、まあ、相当点取りましたし、だから最初ねアルビレックス新潟シンガポールに行ったんで、うん、あそこかと思いましたけど、ね、日本戻ってきてこの活躍で川田選手の話になっちゃいましたけど、そう宇高選手、宇高選手、まあやっぱりどのチームでも点が取れるっていうのは一番大きいですね、うんうん、はい、J リーグで点の取り方が分かってます、はい、でただ結構そのシーズン頭にこの選手っていない選手で、うん、あの過去の名鑑振り返ってもらうと実は2016年と2019年しか名鑑に載ってないんですよ、うん、そうなんだ、はい、シーズン頭からいるのがその2年しかなくて、うん、だから実は名鑑とか見てベストイレブンとか選ぶと意外と見逃しがちゃう、なるほどなるほどね、まあ、でも20点取ってますからね、そうですね、来シーズンは京都ですか、そうですね、あとやっぱ見てて明るい、ああいいですね、はい、それが好き、はい、取材が楽しいですもんね、そうですね、いや、宇高選手中学校どこですか？まだまだか。宇高分からないでしょ。そこですか。そこ分かったらすごいだろうな。それ出てきたらもう、すごいっすよ。引くわ。引いちゃうわ。お兄ちゃんがナイジェリア代表ってことぐらいしか。ナイジェリアでエジプト行ってからヨーロッパ行ってるね。確かに、うん。そうです。デンマークで得点を取ったんですよね。今神の声が。うん、そうか。ということで、はい、はい、これにてもう判断終了、すごいところ使いましたね、すごいところ終わりました、いやー楽しかったー、いやーこんなにね被らないとは思わなかったです、いや本当に、いやー本当に、あこれ最後、そうですね、これはここでなのでここからは、いやー被る、まあもうね時間も時間なんでいろいろねまだやってほしいでコメント来ておりますが、もうじゃあちょっと三島さん並べちゃってくださいよ、僕から行こうか僕とじゃあ三島さん、僕、奈良さん、土屋さん、はいはい、にしますか、土屋さん最後で、じゃあ夫人を含めて、はい、はい、ゴールキーパー、あーそこもやってく、そこやってく、そこってなんすか、あの発表しながら、あのあまあいいっすよ、大丈夫、はい、いやーいいチームがこれできたないやみんないいチームですよ。そうですね。みんないいチームですね。いや本当最高のチームです。まあそれぞれのね色がコンセプトがありますから。はい、そこで使うんですね。そうです。はいはいはい。すっごいこのチームでウィーレで対決してほしいって。確かに面白そう。そうじゃあ見ましょうか。はい。じゃあ僕のイレブン。そっかそっか、そうですね、あじゃあちょっとサイドに、じゃあ、ね、そうですね、はい、そうですね、ちょっとサイドやりましょう、はい、あいやいいです、椅子をちょっと動かしていただければ、はい、はい、なので、僕ねつけてたノートで本当全くこれと同じフォーメーション書いていたので、マジですか、完璧な、へー、人選です、すごい、はい、という感じかな、まあ、やっぱり肝は前選手、庄司選手のボランチのコンビ の, この安定感と、このなんだろう、攻守におけるなんかこう相互関係というか、この2人が組んだら相当いいチームになるんじゃないかな、なるほどね、思っております。であとまあ2列目のとこもそうですね、まあ、それぞれに、まあ、中間選手は、ねまあ、トップ下にこれ配置しておりますけど、僕は 4-2-3-1 が一番好きなフォーメーションなので、なるほど、はい、まあ、あとはまあ一番こう起点を取ったレオナルド、結構硬いっていう、ね、コメント来てるんで、まあ、J2 リーグをどう制すかっていうところをまず念頭に置いてこの11人してみました。なので J2 を勝ち抜くというところで、まあ、いいボランチが揃っているっていうところと、まあまあ、どこもいい選手が揃ってるんですけど、やっぱり得点が取れる選手と、攻守におけるボランチの、その2人のバランス関係っていうところを一番、最も考えたこの布陣となっております。バランスいいっすね。どうでしょう、なんかミッシーっぽいですか、確かになんか分かるかも、すごいですね、その三島さんっぽいっていうのが浸透してることがすごいですよね、確かに、いやそれが本当に、はい、これ JMI いけますか、ちょっと後でね、皆さんからコメントは募りますけど、はい、そうね、点取れる選手もね2列目揃ってますから、はい、サイドバックのね大原層もありますし、セットプレーもこれ結構強いと思う、そうね、そうかというとこかな、そうか、はい、はい、じゃあ僕こんな感じで、はい、はい、じゃあ次はじゃあ僕言いましょうか、はい、これどうする、外す、
外す一回。一回外してください。はい。よいしょ。じゃあ、はい。これね、生なんでしょうがないんですよ。こういう場ができる。そうですね。ありがとうございます。消えちゃってるな。はい、ありがとうございます。いやー楽しいなこれ。この発表がまた。そうですね、裏テーマみたいなのも多分皆さん持ってるでしょうしね。はい、そうですね。はい、じゃあそれこそ水上くん結構ね色を出してきた。この発表会、この発表会。どっちこの発表会しましたっけ。こっちがゴールキーパーで、こっち攻めで、はい、瞬間最高2056人。すげえ。僕ね、一森選手がアシストした試合見たことあるんですよ。すごいっすか。本当にキックはね、インカレの準々決勝で。それもちょっとだいぶ忘れちゃったんですけど、皆さんインカレです。相模原のグラウンドで、はい、こう、はい、でも最後2点ぐらい負けてて、でロスタイムに、あ、アディショナルタイム、後半のアディショナルタイムに一森選手が上がってたんですよ。でニアでヘディングで素出してアシストっていうのを見て。ニアで、はい、スラッシュですか。はい、だからもうアシストなんですよ、完全な。それで覚えてました。ああ、いい選手だなって。偶然じゃない、もう狙いですか、そこ。なんですかね、すごいですね、はい、あ、すごい。最高のチームできた。ゴールはあってもアシストってあんまないですね。ないですね、ないですね。よいしょ。うわ、こう来たか、はい、寄ってください。まあ、はい、夫人が。僕はね、3号に信者なんです。はい、はいはい、アンカーを置いたタイプの3号に信者で、まあ、イメージはアレグリ1年目とかコンテ最終年みたいな、うん、ソリッドな3号に4で守れる、4-4-2でも守れる3号にをイメージしてます。なんといっても、まあ、ピルロ・ミユキ選手を中心に、うん、運べるかつ守備できてゴール前にも入っていける渡辺浩太選手と、うん、まあ、ボールを枯れるタイプの戸島選手を横に配置で、サイドで幅を取れる柳選手と香川選手で幅を担保しつつ、空いたスペースでもこの2人のフォワードが躍動すると、うん、で、後ろで詰まったらバイス選手、一森選手から一発のキックが、下尾選手、クリスタス選手に飛ぶと。優勝です。優勝ですね。優勝です。ロビン・シモビッチの2トップ、強烈ですね、はい、これはすごいです。だから試合中にまあこう守れるし、うん、まあ、こう守れるってところで川面選手が結構肝だったんですけど、本来僕ここエデル・リマ選手だったんです。おお、はい、そうですか、はい、だったんですけど、まあ、川面選手でも全然問題がない。うん、この守り方ができる選手ってところで、もうその2択だったんで2枚取られるとよかったんですけど、川面選手が取れたんでもうバッチリですね。なんか水上さんエデル・リマって言ってくれて嬉しいな。だから僕実はここ山本のリミチ選手だったんですよ。あ、なるほど、はい、でここリマ選手で、うん、そうですね、だったんですけど、あ、ここ岩尾選手、うん、よしだったんですけど、ちょっとそこはプランが崩れて、なるほど、まあ、ただもうその次、すぐ次の選手をもう確保できたんで、うん、いいチームになったかなと思います。なるほど、はい、はい、僕もだいたい取りましたね。いや、いいですね、まあ、三浦選手ね。そう、三浦選手を取れなかったら、4-2-3-1にしようと思ってたんですけ ど、うん、なるほど、もう取れたんで、もうこの3-5-2が完成しました。クリス選手がもう20得点20アシストですね。ありがとうございます。いや、以上、はい、終盤は全員来年 J1 ですね、みゆき選手。ああ、そうだ、橋は湘南、そうですね、本当、うん、そうだ、まあ、J2 から羽ばたいた、そうですね、うん、有効性ですか、はい、はい、以上。よし、じゃ僕やります。先にえ、いや、僕、いや、僕、いや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 、メアンドのくだりもあるし、僕そんな深いことやらないから。いや、僕も深くない、大丈夫、いやいや、もう大丈夫、全然、いやいやいや、僕大丈夫、全然です、こいきます、こいきます、ゆっくりな、さっきも最後だったし、こいきます。じゃあ僕、これは自動昇格か。シモビッチとオルンガの違いは、僕のイメージが、なるほど、ジョレンテなんですよね。なるほどね、タイプ的には。なんでオルンガとシモビッチだったらシモビッチかなっていうところかな。そっか、オルンガ誰も取ってないんですよね。そうなんですよ、うん、最後ね、8ゴール2アシストで、うん、レオナルドに2個吐くっていう、ね、じゃあこれ最後に水上くんのチームはあれですね、シモビッチ選手がちょっと疲れてきたなと思ったらバホス12人目でバホス。でもスペースあれば輝けると思うんでね。でもクリス選手ブチギレすると思うけどね。はい、いいですか。あ、いいね、7、8、いいっすね。僕は、こういう、システムで、
基本、まあ、サイドバッカーも前に行く感じで、後ろから、まあ、つなぐビルドアップで、後ろからつなぐ時は、サイドバックちょっと少し高いポジション取って、まあ、ちょっとセンターバック開いて、まあ、ボランチが、まあ、どっちかが、まあ、ケンさんで、ケンさんが落ちていったらこういう感じで、でウェイジョン選手が少しこう引いてきてので、レアンドロ選手は、まあ、フリーマンでいろいろこう中盤に降りたりこうしながら、背後はこの2人がちょっと取っていくとか、そういう感じで背後も取れるし、でここでこう中盤でこうシャドウ的に立ち位置取ってきたら、もうどんどんこうサイドバックがこう前に出ると、ちょっとこう攻撃的な、システムを僕は選ばせていただきました。はい、レアンドロですよ、はい、レアンドロ、そうなるとレアンドロですね。ここが肝なんですよ。ここもフリーマンなんで、ここフリーマンでもう下がってきてもよし、前でもよしっていう感じで、そういう感じで、はい、これ選ばせてもらいました。はい、ハンダ選手はセンターバックなんですね。センターバック、センターバック、センターバックでやっぱさばけますし、あとスピードもあるし、で1対1の対応もこう強いので、まあ、なんならもうこの3、もうヒサルンチソン選手と3枚でもう抑えてほしいという、そういう、はい、希望も込めて、いいチーム、はい、そのヒサルンチソン選手、岩尾選手のこのボランチはすごいですね、選ばせていただきました。はい、以上でございます。レアンドロ選手と上条選手の相性も良さそうだな、落とすのも上手いしね。そうですね、周りつかないのも上手いですよね。ベルディの練習行った時にレアンドロ選手が僕一番上手く見えたんですよ。いや、そうです、めちゃめちゃ上手い。僕その土屋さんのコメント忘れなかった。それすいません、やっぱりそれを忘れてなかったんですよ。僕一番上手いって聞いたんで、俺は絶対に入れるんです。そこから戦いは始まった。はい、そのコメントをいただいたので、これは絶対にいただきました。長井監督、絶大な信頼ですね。そうですね、選ばせていただきました。長井さんに質問が来てました。え、マジですか。監督やるならこういうサッカーを志向するということでいいでしょうかと。はい、理想は、理想は、理想はこういう、はい、理想は、はい、こういうサッカーをしたいという。ちょっと数年後が楽しみです。願いを。これキャップ取られてるから。土屋さん、お願いします。はい、そうですね、レオンダス選手ね、今季はね、ちょっと得点っていうところはね、はい、あまりなかったですけど、7点ぐらいですよね。そうですね、そこの J1 得点王ですから、もともとはね、はい、はい、お願いします。これはね、そんなに、もうすぐ終わりますよ、説明的には。あ、左サイドバックなんですね。なるほど。土屋さんのフォーメーションが一番なん、あの指名順的に結構わからなかった。確かに、篠原選手、リバ選手、リヒト選手とか結構ね、いろいろできますよね。そうですね、スイバット選手がどこでもできますもんね。そうなんですよ、彼がね、戦術的なキーマンですよね。そこで大谷選手。あ、強いな。なるほど。はい、こんな感じですね。じゃあ442と。442です、はいはい、もうそれはもう僕はただシンプルに442がすごい好きだっていうことと、うん、もう あんまごちゃごちゃ言わないです。もう好きな選手です。好きな選手を集めました。はい、で、戦うことだけ考えたら欠かせないのはこの2人なんですよ。篠原選手と大谷選手で、まあ、はっきり言って前がかったら、出た出た出た。おお、篠原選手行っちゃった。もうそういう感じです。多分こうなっちゃうんですよ。で、この時に彼が、なるほど、ここは埋めてくれる、はい、でも彼もやっぱ実は攻撃的、攻撃好きな選手だと思うんですけど、うん、まあ、このメンバーを鑑みて、まあ、ここはバランス取ってくれそう、うん、まあ、とにかく行ってこいっていうチームですね、はい、とにかく攻め勝つ。で、この2人でなんとか守る、頼れるベテランが後ろに控えていると、はい、いう感じで、まあ、この山本選手も、まあ、正直、はい、まあ、エデル・リマ選手は多分ちょっとね、バグった時に多分この辺に行っちゃう可能性があるので、まあ、その時は多少バランスも見れますし、で逆に彼をここに置くことも正直できるんですよね、うん、確かにチーム的には。でもこれはもう超攻撃的な感じですね、はい、もう、まあ、ちょっと大谷君はちょっと下がってもらいますけど、こういう感じもできるのかなっていう。ああ、なるほど、はい、もうちょっとね、篠原選手ワンバックみたいだった。マイケル最後砦がいますから、うん、このチーム。そうですね、はい、こういうのもできるのかなっていう。
これ楽しそうじゃないですか。これは楽しそうですね。攻め勝つですよね。そうですね、そうですね、はい、山本理人、エデルリマ、野村直樹の左すごいな、うん、そうですね、うん、やっぱ野村選手やっぱ今年僕 J2 で一番伸びた選手じゃないかなって正直思っていて、うんうん、そうですね、はい、あのチーム名もっとチーム名だったね、南雄太選手ももう J1 でバリバリ活躍できる選手じゃないかっていうふうにおっしゃってたので、うん、はい、攻め勝てと。なるほど、はい、そういうコンセプト、このチームでやりたいですね。僕のチームでやりたいですね。コメント来てますけどやっぱ中村康介が後ろにいるっていうね。まあそうですね、これは大きいですね、はい、だからこそこのサッカーができるという、はいはい、まあ、5-3、そうですね、5-3、5-4、まあ、常に、まあ、エンターテインメントを、まあ、供給できるみたいな、はいはい、そういうチームかなと思います、うん、はい、はい、ということで、4人のチーム見ていただきましたけど、ちょっと皆さんのじゃあちょっと、まあ、簡単に、うん、まあ、コメント大体ですけど投票で J2 リーグを制するチームJ2 を制するですよね。制する、制するってなるとなとなるとどうですかね。制する、する土屋さんとしても打ち勝つですからね。まあそれぞれのねコンセプトなんかいろいろあると思いますけど、キャップを取りました。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。バイス選手取られちゃったからな。監督は我々なんですよ、誰じゃなくて、うんうん、我々が監督のチームですから。いやいや、本当に水上さんのチーム期待、はい、三島いいですか。これ僕ですね、三島チームね、はい、はい、はい、じゃあ続いてこれが、ほら、これが水上、水上ユベントス、はい、うーん、まあ、これもまたこれは、はい、そうか、後ろがいいな。そしてこれが奈良橋さんですね。他も本当に強いです。攻め勝つですからね。これいいっすね。中盤の3枚が魅力的ですよね。ほんま上条クロッカーいいっすね。これは素晴らしい。でレアンドロいるわけじゃないですか。そうです、全員入ってきますもんね、前のスペースに。クロスはないですね。これが最ですよ、はい、前に攻め。いやでもね、野村選手はね、あれですよね、スタジアムで言いましたもんね、うん、こう取り合いになるっていう、うん、それを忘れてなかったんで、これでも本当一本釣りできたのはちょっとびっくりしましたね。みんな行くのかなって。だリヒト選手ですよね、うん、リヒト選手はあの今年ベルディのユースから、4人トップに昇格するんですよね、はい、松橋選手、石浦選手、藤田ジュエル、中馬選手で、あと馬場選手、はい、で、フットの番組の中で山本理人選手にトップに上がる4人のこうどういう人間か、どういう選手かっていうのを聞いたんですよ。もうね、パーフェクト。どういう人かも分かるし、どういう選手かも分かるしを4人分きっちり言ってくれて、すごいですよね。すごかったですよね、はい、なるほど。これの分析がすごかったですね、うん、てるなっていうの、うん、山本人はマジでやばいです、うん、でそれと争う藤田ジョエルもマジでやばいです、ね、僕藤田ジョエルはボランチの10番目だったんです。用意してた。さすがだ。じゃ取られた時には最終戦スタメンで出ましたね、うん、そうですね、はい、来季楽しみですけど、はい、これ今コメントガーってきてる感じだと一番多いのは多分水上井野なんですよ。やっぱそうですね、うん、やっぱ殴れるからね、はい、そうね、上から、はい、J2 はね、うん、土屋さんは後半失速する。土屋さんのチームは優勝か降格かみたいな、出たとこ勝負みたいな、うん、なんか夏場連敗しそうとかって。あと夏に選手抜けそう。確かに確かに、昇格がちょっと近づい、ちょっと遠ざかって、うん、夏に抜く、うん、いい選手全部取られちゃうとかね、うん、サッカー専用スタジアムで見てほしいですね、ぜひ。確かに確かに、エンターテイメント福有あたりとか近くで見てほしいです、ね、日立大とかね、はい、で多分ついで多分僕かな、うん、で多分それとちょっと差ぐらいで多分奈良さん、僕もイケイケなんですよ、うん、僕も完全っていう感じかな、はい、まあこれやったところで結局何になるんだって話こんだけついてね。理想ですからね。そう、理想のということで、うん、理想なんで、じゃあまあ優勝も何もないけど、うん、この4名ながらだったら一番勝ち抜けそうなのは、うん、水上のイレブンということで、うん、じゃあ今回はこんなところで、ありがとうございます。土屋さんのチームはミクスタで見たい。ミクスタね、いいですね。ミクスタで見たい。来るからね、J2 に。本当ですね。はい、うん。という感じでドラフト会議やってまいりましたけど。いやー、謎のあそこで被るっていう、ね。謎の変わった選手が、最後に盛り上がりが来ましたね。あそこで被るっていうですね。めっちゃピーター・ウタが出しにくかったですね。あ、でも本当に僕はケンさん取れてよかったですね。うん、
いやだからやっぱ改めて、まあ、それこそまだ指名されてない選手とか、まあ、オルガ選手の、ね、名前でも出たりしましたけど、うん、改めて J2 リーグ面白いなというか、本当ですね、いや本当いい選手どれだけいるんだって改めて発見しましたね、うんうん、なので、まあ、まだねもう移籍市場も活発に動いてますけど、うん、この我々の湯分の中から、うん、果たして来季は何人が J1 でプレーしてるのかも注目ですし、うんまあ、やっぱり今時期の実際活躍した選手だと思うので、うん、全員楽しみですね。またね。はい。ということでじゃあまあドラフト企画結構肝入りでねずっとやりたいやりたいって言ってましたけど、うん、どうでした？やってみて。でも最高です。被んなかったけど、うん、こんだけ楽しんで。そうそうそう。もっと人数増やしさないと被んないのかな。でも被ることが全てではないじゃん。まあ、まあ、面白いもちろんそうなんですけど、うん。どうでした？皆さんのちょっと感想とかもちょっと聞いて。確かにそうですみたいな。僕は2人ですね。理想っていうかバイス選手と。あとは野村選手のところはもう被んなかったけど入れてた選手と、ね、はい入れてた選手だったね。野村選手そうですね、はい。これ僕ノートは全部選手チームチェックリスト僕の一応評価的ここがいいみたいな。ノート明かしてもいいんですよね。そうですね。はい。はい、僕土屋さんは先頭選手を取られてるんですよ。ですね。このノート作ってる時は一番楽しい。いや本当ですね。色分けしちゃったもん、ね、ちょっとそれ見せていただいてもいいですか。土屋さんのノートはすごいっすよこれ。すげえ。やったりするんですか。どこにやってるの。これでいいんですか。あほらすごい。うーわここちょっと忘れたら嫌だなと思って小ネタみたいなのこれはすごい。今期の成績も書いてるフォワードの候補すごいな。土屋さんのノートはもう本当必見ですよこれ。そうですね。ほら、エデル・リーマン選手、フットサル出身意外と静かっていうと動画見ながら自分もしてました。これがすごいですよ。サントス時代に結構いい選手やってるんですよ。ボルジェスとかチアゴ・アーベスとか、まあ、ネイマールもいましたし、まあまあね、これって全部当然出せるわけじゃないんで、はい、これもすごいですよ。ノート発表会やります？あの後に出しにくいわ。そう。本当あの後に出しにくい。出しにくいです。出しにくいです。いやけど本当に高評価深い日みたいなねコメントもたくさん来ておりますし。そうですね。ぜひ高評価。まあまた今度サブもやってほしいとか。サブね。いろんな選まあもうちょっと人数増やしてやってほしいっていうコメント。サブか。時間あれば監督ゴールキーパーコーチ、はい、ヘッドコーチとかもやったらもう相当面白いと思いますけどね。僕はもうキーパーコーチはもう中川ゴールキーパーコーチですね。徳島のピーコさんです。はい、ピーコさんです。もうピーコさんおはずです。チーム戦ね。なるほどね。確かに。あだから8人とかで呼んで、うん、このスタジオじゃもう収まんない。あでもそのチームの中で意見まとめると大変ですよ。 そう、ね、それぞれのサッカー感が出るのも面白いから。そうそうそう、うん、監督とかそうですね。監督とか、うん、いやもう切りないな。候補確かに。GM スカウトホペイロ。いやそれこそこの切りないっす、ね、ノート作りのとこから動画撮ったらドキュメンタリーになるんですよ。超大作ですねこれは。いや本当に。いやこれは楽しい本当に。切りがなくなる。そうですね。まだまだ、ね、じゃ楽しいですよこれは。やりたいことたくさんありますけど。うん、まあ、週刊 J2 はねまた来季もやっていきますので、はい、それこそシーズン頭からやりますので、うん、それまたね成瀬さんも土屋さんも、まあ、レギュラー回とかにもぜひ出ていただけたら嬉しいですし、はい、またこういう企画とかねちょっとやろうと思っておりますので、その際またぜひお越しいただければと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。ぜひ面白かったと思う方はぜひ高評価、うん、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで史上最超のなんともう間もなく2時間すごい経とうとしております。これはね無理なことは知っていた。そうですね、はい、オープニングでね遺跡の話するとか言ってたけどね。ちょっと飛ばして今度やりましょう。はい、またやりましょう。はい、1時間で次の週刊 J2 いつですかってきてます。はい、シーズンこれ2ですか。シーズン週刊 J2 的にはそうスタートからコパアメリカまでがシーズン1、はい、コパアメリカから今日までがシーズン2、はいはい、次がシーズン3、いつから始まるんですか、はい、次は、わかんないけど多分2月というのですね、はい、我々1月2日からタイに行ってまいります。おーすごい。 AFC ユニオン選手権、海外遠征、はい、行ってまいりますので、まあ日本がね、勝ち進んで欲しいですね、うん、ぜひ決勝までいったら26年、うん、まあ約1ヶ月ぐらいちょっと不在となるんですけど、またあの現地から J2 番組ではないですけど、あの生放送とかはやる予定なので、うん、まあ、引き続きサッカーキングチャンネルとしてぜひご覧いただければと思いますので、うん、これちょっと最後にフットの告知とか、ね、あぜひぜひそれを、はい、
はい、もちろんでございます。はい、じゃあ告知をお願いいたします。じゃあフットサーズでは長橋さん。はい、木曜フット毎週やっておりますので、僕とワッキーでしっかりと盛り上げてますので、ぜひ皆さん見てください。木曜夜10時です。お願いします。木曜日あれですね、育成年代、育成年代です、はい、高校年代を追ってます、はい、よろしくお願いします。土屋さんももちろんその、はい、まあ、木曜日担当とかってどう？担当はあのなんていうんですかね、知恵袋的な控え室で、まあ、高校生の情報をバキさんと奈良橋さんにフィードバックするっていうのが教えていただいてます、はい、それがまあ全てです、ね、はい、僕あの金曜日のフットもやってまして、でフットフライデーって、まあ、毎回毎回一つのテーマを設けて、うん、まあ、そのテーマに特化した方に、まあ、2人内さんに来ていただいて、まあ、30分丸々そのテーマを話すっていうのをずっとやってるんですけど、やっぱちょっと今シーズンオフなので、はい、現役のまあ選手だったり、まあ、あとはコーチ監督っていう方をちょっと収録の段階でお呼びしてまして、で新春一発目の1月3日はあの北九州を J2 昇格に導いた小林慎二監督と平畑さんで、はい、もう北九州昇格特集で、その翌週の1月10日はファジアーノ岡山の木山康平選手と、それこそサッカーキングでもすごく有名というか佐々木香織さんに来ていただいて、あのガチグーナー対談っていう、なるほど、はい、2人ともガチンコで、そうですね、はい、それをやって、うん、で1月17日の放送予定が、FC 東京のコーチの長澤哲さんと、あとまあ前ロアソク熊本のコーチの北島秀明さんで指導論っていう、お、はい、これがですねなかなか面白いと思うので、はい、昨日ツイートされてましたね、昨日。あ、そうですね、はい、ちょっとぜひフットサーズでもフライデーも、はい、皆さんご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あの日程くんありがとうございます。パチャね、はい、来シーズンが待ち遠しいということで、はい、またね J2 リーグの、ね、いろいろ開幕展望だったり、うん、いろんなことまたやってきますので、引き続きぜひ週刊 J2 見ていただければと思います。一応年内がこれが最後の週刊 J2 となりましたので、はい、はい、サッカーキングから一応告知としましては、また明日、明後日、あ、明後日は生はないのか、うん、はい、あの金曜日真ん中年内ラストとなっておりまして、うん、明日は、プレミアリーグの、はい、まあ、入門編ということで、まあ、ここにもいらっしゃいますけど、小松さんと僕と水上ので、うん、まあ、プレミアリーグって改めてどんなリーグなのかとか、うん、どんなチームがいてどんな選手がいてみたいな、うん、まあ、基礎情報ということで、うん、多分 J リーグのファンの方見ていただいてると思うので、うん、ぜひね、まあ、ダゾーンで見れますから、うん、はい、あのプレミアリーグの方興味を持ったという方はぜひ見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、で木曜日収録動画出まして、で、金曜日が、一応年内最後の放送となります、うん、はい、で、最後はあの激ムズクイズ大会ということで、あの結構難易度レベル高めのクイズで、あの最後3人で競い合います、うん、また金曜日まで見ていただければと思います。また年末年始はあの毎日動画出ますので、引き続きぜひサッカーキングも見ていただけると嬉しいです。はい、というところで、はい、以上、はい、あ、楽しかった、いや本当に楽しかった、楽しかったですね。そういう話なので、はい、またまたね、違う企画でもぜひお越しいただきたいです。またドラフトもね、また来年できればと思いますので、はい、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。